はい、えー、皆さんこんにちは。えー、令和三年司法試験分析会、えー、刑事系科目の講義を始めていきます。担当講師のソリーマッチです。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とまずお手元の配布資料を確認しておきます。えっ、ー、と今日三部出てまして、えー、令和三年司法試験分析会刑事系という冊子で、えっ、ー、とここにえっ、ー、と問題とですね、えー、あとまあレックの方で作成した回答例が。 え、刑法刑事訴訟法、いずれも収録されています。で、 それともう一冊、オリジジナルレジュメと講師オリジナルレジュメというものですね、えー、とこれが、えーとまあ、私の方で作成したレジュメになります、でこの分析会はあ基本的にこちらのレジュメをもとに、えー、進めていきます、あと補助教材として、えー、講義ノートというもの、でこれあのいつもお例年はというか、毎回あのここで、ね、あのプレゼンターに移す版書図ですけれども、あの今年はもうあ,のあらかじめ、えー、皆さんのお手元に、えー、配布してありますので、えー まあ、適宜これを参照しながらいこうと思いますはいじゃあ早速第1問、刑法からいきましょうで、えー、と問題文から見ていきます、えーえー、と刑事刑と書いてある方のレジューメですね、えー、と問題文を開けてください,い、えー、と3ページ、説問1 ちょっと説問だけまず確認してしまいますね。えー、説問1、事例1における、こう、おおおよび丁の在籍について論じなさいと。えーまあ、住居等侵入罪、および特別法違反の点は除くとなっていますね。で、えー、説問2も先に確認だけしておきます。説問2、4ページですね。えー、事例2における、この在籍に関し、 以下の括弧1および括弧2について答えなさいと,、えー、と、ちょっとここで注意点、えっとね、例年はこの形式の問題って、えーと、この出題の仕方ですけれども、括弧1および括弧2に言及した上で、項の在籍について論じなさいっていうのが例年の出題の仕方だったんですが、今年ちょっと違ってますね。 項、えー、の在籍に関し、括弧1および括弧2について論じなさいだから、えー、回答すべきことは、この括弧1と括弧2に答えれば、それで足りると。 おそういうことになりますよね。あの、例年はね、括弧一1、カ2に言及した上で、項の在籍を論じなさいだから、括弧一1、カッ論じた上で自分の見解として、項、えー、の在籍の検討をしなきゃいけなかったんですけれども、えっ、ー、と、今年の問題はそこまでは要求されてない。弧一括1、カッあ2はあ、まあ、しかも、いずれもね、自らの見解に従うものではないと、それを問うものではないというふうに書かれているので、えー、端的に1と2だけ答えればいいと。そういう説問になってました。で、括弧一 河野、えー、はオツの東部列島の障害結果に関する刑事責任を負わないとの立場からあその結論を導くためにどのような説明が考えられるか論点ごとに論拠を示しつつ説明することと河野、えー、はオツの東部列島の障害結果に関する刑事責任を負うとの立場からはあ前期1の説明に対しどのような反論が考えられるか、えー、論点ごとに論拠を示しつつ反論すると。 はいということで、えーと、この問われ方がちょっと例年と違っていることも含めて、えー、とまずちょっと全体の感想からですが、設問自体、まあ、何を問われているのかっていうのは、えー、分かりやすかったと、設、えー、問1は、まあ、例年のね、えーまあ、従来型の在籍検討の問題で、設問2が、あまあ、異なる2つの対立する見解からの立論を求める設、えー、問と。 いうことになっていて、まあ、質問リクエスト自体の把握は優しかったと思いますが、ただですね、問題、まあ、問題そのものの難易度という意味では去年よりは下がったかなというふうに思いますが、ただですね、昨年に引き続きやはり分量が相当多いとあいうこと、もうとにかく検討すべき量が非常に多いので、えー、まあ、多すぎると思います。えっ、ー、と、四人出てますね、鉱物平定と、で、四人出たのは平成二十 8年かな、えー、に一度4人出たことありましたけれども、もうその時でも、その4人の在籍検討で、も時間的にはギリギリだったんですよね、でそれに、ね、対して、今年はさらに説問にもあるから、えー、ちょっとやりすぎだろうというふうに思います、えーまあ、およそ2時間で解き切るということを想定して作った問題なのかっていう点で、えー、疑問を持たざるを得ないというところですね。 まあただこれ、説問1と説問2が独立していますので、まあ、いいように解釈すればというか、いいように捉えれば、まあ、説問1で多少崩れても、説問2でリカバリーできる、え独立の問題になっているのでね。そういうふうに考える、まあ、要は、ちょっと配点がね、えと、明示されてないので、そこはわかんないんだけど、説問2の方で、 えまあ救済される余地があるというところではね、えー、まあいいかなとは思うんですが、まあ、いずれにしろ分量が多いなという印象でした、はい。じゃあ早速ですね、オリジナルレジュメの方を分けて、中身の解説をしていきたいと思います、えーと。レジュメの1ページからいきましょう。まず、まず、質問1、兵、えー、の在籍と、えー、A 社に対する業務上了罪。 または、B 店店長 C に対する窃盗罪の公及びオツとの共同戦犯の製品と。そして、兵及び甲が A 社の直営する B 店 の腕時計が強奪されたように装い、これを両得しようと企てた上で、まあこれを本件偽装強奪計画というふうに言っておきますけれども、えー、B 店の売り場に陳列されている腕時計100点、まあ以下、本件腕時計と言いますが、これを B 店から持ち出した行為について検討しますと。はい。まあ一応ここまでで問題提起しておいて、アスタリスク見てください。 ええとですね、まあ腕時計の領得行為が本文では問題になっているということはわかるんだけど、主たる実行行為者がこうであるようにも思えるんですよね。ただですね、こうの在籍の検討にまあ先行して、 えー、本県腕時計の占有の貴族所在と、まあ、これから検討しますけれども、具体的には兵の占有の有無と、ここをですね、検討して、ここを確定させないと、えー、結局、公の罪名も確定できないとお、そういう構造にあるので、公と兵が共同正犯だということを分析しますのでね、でそうすると、当案構成上はやはり兵の在籍から検討する方が、官明なんじゃないかなというふうに思いました。 はい。ということで、まず、兵の在籍から見ていきましょう。で、えー、まあ、メインはこの占有ですよね。えー、一番業務上料罪の製品ということで、占有。えー、占有の帰属所在というところ、カッ一番見てください。で、ここで検討する占有は、えっ、ー、と、業務上料罪の占有なんですよね。兵に占有があるかどうかと。 というところで見ていくので、えー、ちょっとアスタリスク見てください、えー、とページちょっと飛んで、えー、と3ページ、1つ目の米印見てください、えー、上下主従間の占有の帰属について、一般的には刑法上の占有は上位者にあり、会社はその占有補助者にすぎないと返されている、まあ、参考判例1、2をつけておきました。 ちょっとこの講義中は参考判例の中身にですね、えー、詳しくは言及できないんですけれども時間の関係でね、えー、判例の引用をつけておきましたので、えー、後ほどね、えー、復習の際に検討していただければと思いますが、えー、最もですね両者がそれぞれ財物の管理について権限を有していて相互に排除せずに共同して管理していると、まあ、そういう関係の場合には共同占有という余地がありますと。と ただですね、この場合も、共同占有下にあるものを無断で単独占有に移せば、それは他の共同占有者の占有を侵害するものというふうに評価されるので、セット罪になるわけですよね。まあ、参考判例3、4がそれですけれども。で、平成27年の出題趣旨でもこの点が指摘されていました。まあ、この占有が失われていないとしても、 えーまあ、公認部長にも管理権が存在するとすれば共同占有者の占有侵害することになると、まあ、こういうような、ね、記載がありましただから結局ですね横領になるのは兵が単独所有している場合だけなんですね、えーまあ、これに対してとていうところ上位者が財物の管理処分権を高度の信任関係のある会社に完全に委ねていると、はい、こういうような、まあ、例外的な場合ですよね 会社の単独占有を肯定する余地があるとで、まあ、その場合は、まあ、会社の領得行為は横領罪ということになりますが横領罪になる事案は非常に稀だということが指摘されています、まあ、参考判例5をつけておきました参考判例5とか横、ねまあ、領罪になった事案というのは、まあ、いずれもです、ね、客体が現金の事案ですね で現金だとちょっとだから占有に対する評価の仕方が少し特殊になると、まあ、民法でもあの現金の場合はね占有イコール所有ということで、えー、特別な扱いを受けますよね、まあ、刑法上も現金を占有しているという場合にそれが占有補助者とか共同占有とかね、えー、そういう評価、まあ、そういうことを観念しづらいんだろうということが思われますなので、えーまあ、現金である事案客体が現金である事案は 例外的に横領になっている事案もありますけれども、っていうぐらいな感覚なんですね、えー。なのでですね、非常にあのこの上下、えー、上下主従の関係というかね、会社の方の単独占有になる事案というのは非常にいい限定的と。まあ、一応そういう前提で見ていきます。はい。えー、とちょっとレジュメ戻っていただいて1ページ。で占有の認定。 本庄における占有とは乱用の恐れのある支配力だと。財物の保管管理に関して複数人が関与する場合の占有の所在は、財物の管理処分権限の有無程度、責任の所在、関与者相互の指揮監督、協力関係等により、これらの事情により総合的に判断すると。まあ、一応判断基準を示した上で当てはめてみます。 平は B 店の副店長として自ら接客に従事するほか、アルバイトの採用や従業員の勤怠状況の管理を行い、B 店の帳簿作成、あるいは売上金管理等の業務。はい、これを担当していたと。 また B 店の売り場に陳列されている商品はショーケース内に保管されていたが、その陳列方法は全て兵が決定しており、このショーケースは接客に必要な時を除いて常時施錠され、その鍵は兵も所持していたと。まあ一応こういう事情があるので、これらの事情からすると、B 店における腕時計の販売業務については A 社からの信任に基づいて一定の権限が兵に与えられていたとういうことは言えるでしょう。しかしながら他方で、 売上金の管理業務として、兵には、各営業日の閉店後、当日の売上金額を A 社本社に報告すると。あるいは各営業日の閉店前に前日の売上金を A 社名義の預金口座に入金するということが義務付けられていた。一方で、商品の仕入れ、店外への持ち出し、価格設定について、兵に権限はなく、全て店長 C の承認を得る必要があるとされていた。 ショーケースの鍵についても、兵が単独で所持していたものではなく、C もこれを所持していたと。また B 店の売り場、および従業員の控え室には複数の防犯カメラが設置され、その様子は常時くまなく音節機で録画、撮影録画されていた。他、警備会社を通じ警察に非常事態の発生を知らせるため、押しボタン式通報システム。はい、これも設置されていたと。まあ、これらの事情からすると、やはり、兵単独所有ですという評価なかなか難しいと思いますね。 以上の事情からすれば、A 社が、A 社から販売業務に関して兵に付与された上記権限は、商品や売上金に関する管理権限を完全に兵に委ねるという趣旨のものではないと。B 店における商品等の管理責任者はあくまで店長 C であったというべきであり、兵は C の指揮監督の下で商品等の管理業務を補助するものに過ぎないと。まあこういう認定にしておきました。 したがって、兵が本件腕時計について、乱用の恐れのある支配力を及ぼしていたとは認められず、本件腕時計は事故の占有する財物に当たらないと、したがって業務上了罪は成立しないという結論にしておきました。はい、で、まあ占有が否定、兵の単独占有が否定されたら、あとは窃盗罪ということで、 説刀罪の、えー、この構成受けの認定はね、そこまで問題がないので、ここは端的に論述すれば足りると思います。で、2番で説盗罪の製備で、ええー、か1、公述する公との共謀、えー、第一共謀。ええー、まあ、共謀は後に述べますけれども、えー、そして、おつとの順次共謀に基づいて、兵はあ、ショーケースを、お、解除し、その中にあった本件腕時計を、えー、公から受け取った本件バックに入れ、えー、これを項に差し入れたと。あ、公に差し出したと。 え、こは本件バッグを兵から受け取ると、これを B 点から持ち出したと。まあ、これを本件領得行為と言っておきます。え、上記の通り、本件腕時計は C が兵を指揮監督して、え、事実上監督、え、事実上管理していた他人の財物ですね。に当たると。え、本件領得行為は C の意思に反してその占有を侵奪するものであるから摂取に当たると。 あと、故意、不法領得の意思も簡潔に認定しておいてください。平和上記各事実の認識任由にかけるところはなく、またあ、金に困っていたことから、本件偽装強奪計画を自ら公に提案した上、領得公有に及んだということですので、不法領得の意思も認められると。以上より、B 店店長 C に対する窃盗罪の公及びツーとの共同戦犯が成立するとこういうことに結論としてしておきました。 えっと、何点かちょっと言及しておきます。3ページ、残りのアスタリスク見ておきます。2つ目ですね。えっ、ー、とね、窃盗と横領の関係なんですけれども、通常、占有の所在については、共同占有が認定される場合でない限りはですね、行為者、被害者、いずれか一方ですね、いずれか一方の占有が認定されると。 でそれに従って、行為者の領得行為が窃盗罪か横領罪か、これは択一的に決定されると、まあ、こういうふうに理解されています、平成21年の出題出資ですね、えーとまあ、この年は預金の占有でしたけれども、まあ、要は占有を有する者には横領罪が成立しうるものの、窃盗罪は成立しないと解されると、まあ、こういう記述がありました。 したがって、どちらか一方であるという前提で検討するというのが、まあ基本的にはあ、まあ一般的な理解だというふうに思います。ただですね、最近はちょっとこれに対して別の考え方というのも主張されているところがありまして、まあ一応ちょっと言及しておいたけど、これに対して窃盗罪において問題となる占有は、侵害対象としての被害者側の占有ですよね。で、横領罪の場合は、 えー、両徳行為に、横領罪が成立する前提条件としての行為者側の占有ということで、えー、まあ、後者は乱用の恐れのある支配力と、えー、法律上の支配を含むと解される。まあ、前者よりもその範囲が広く解釈されるため、まあ、被害者が侵害対象としての占有を有している場合であっても、なお、行為者が乱用の恐れのある支配力を有しているという事態も想定し得るんだ。まあ、こういうふうに解した上でですね、 ま、これ共同占有と区別する上で、超常的占有というふうに表現することもありますけれども、一応、窃盗横領、領罪の成立可能性を肯定するという見解が最近はあります。が、 とはいえです、ね、この見解に立っても、えーとまあ、2つの犯罪が成立しうるといったところで,です、ね、その2つの関係を例えば北条競合というふうふ回避すると結局、重い方しか成立しないわけですから、まあ、本問ではあまりこ,この両罪の関係という議論には踏み込む必要はないだろうと思います、えー、平成21年の出題出資が指摘していたようないずれか択一的に決まるんだとこの前提で検討すればいいと思いますでそこを分けている要件は専有ですね だからここがメインだったと、はい、あと3つ目のアスタリスクですが、まあ、偽装強盗計画に基づく領得行為をしたことで、えー、例えば A 社および警察の業務それぞれに対する偽計業務妨害の成否、まあ、一応問題となりうるのかなと思いましたが、まあ、妨害に関する事情の詳細が問題文から必ずしも明らかではないので、まあ、少なくとも答案上で手厚く論じる論述を展開する必要はないかなと あと、ま、同様に、窃盗罪または業務上労罪を成立させた場合、それと補充的関係、ま、あ先ほど言った法上競合というふうに考えられている、廃人罪についてもですね、えま、少なくとも同一行為については重ねて検討する実益はないだろうというふうに思います。えいずれにしろ本問は検討すべき量が本当に多いので、えま、令和2年の採点実感にもね、そこに書いたように指摘されていましたが、これ毎年指摘されるんですけど、え法的に重要な事項については手厚く論じ、 そうでない事項については簡潔に済ませると、答、えー、案全体のバランスを考えた構成を工夫することも必要だというふうに指摘されています。まあ、なので、まあ、あまり、ねえー、問題文の事情から、えー、そこまで詳しく書かれてないような犯罪を想定してですね、えー、詳しく論じるということは必要ないだろうと思います。まあ、なので、です偽計業務妨害罪とかはどうせならもう問題文で検討対象から除外しておいた方が 適切だったんじゃないかなと住居侵入は除外してるんですけどね、えー、業務妨害に関しては除外されてなかったのでちょっと混乱するんですが、まあ、少なくとも大展開する必要はないですね。はい、というのが兵の在籍ですじゃあ次こういきましょう,こうの在籍で兵に対する強盗罪のオツとの共同戦犯の成否と。 まあ一応、見せかけの強盗計画をやっているということでえまあ強盗をここで問題にしましたがただ、ですねやっぱこれ現場で私が仮に受験生だったら強盗は現場で書かないかなというふうふに思いました書いても1行か2行かなとえそこの強盗の要件の検討を厚く論じることは少なくともねえメインではないというふうふに思います。一応検討あのまあレジュメなのでね レジュメなので検討しておくけど、口述するオツとの共謀に基づいて、うは兵に対して、破体の長さが約20センチメートルの本件イフを示し殺されな、殺されたくなかったら、これに時計を入れろと言い、ショーケース内に陳列されている腕時計を本件バッグに入れるように要求したと、でさらに兵が上記要求を拒否するふりをしたので、いいからやれ、さすぞと語気を強めていったと。 まあこれが本件、えー、偽装強奪行為というふうに言っておきますけれども、まあ、はたから見るとね、この光景だけを第三者が見たら、ああ、強盗だっていうふうに確かに見えるかもしれない。一応検討はしますが、ただこれは完全に演技なわけですよね。不利なわけですよね。でそうすると、ちょっと要件論で見ていくと、アスタリスク、えっと、4ページ見てください、えー。強盗罪の実行行為の判断で、まあ、判例は客観説に立つと理解されています。参考判例6を見ておいてください。 ま、その暴行または脅迫が社会通念上一般に被害者の犯行を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決せられると。まあ、こういうふうに判事してますよね。ただですね、この判例は、行為者が財物奪取に向けて、客観的には相手方の犯行抑圧を将来する程度の脅迫に及んだが、現実にはね、えー、相手がね、えー、相手方が、ま、たまたま犯行を抑圧されていなかったと。 まあ、強靭なね、精神の持ち主で全然ビビらなかったと。そういう事案ですよね。えー、まあ、すなわち、脅迫と財布脱雑との間に、被害者の犯行予括状態を経由した因果関係が認められないという事案について、強盗喫水罪の成立を肯定したと。とこういう判例ですよね。だから、判例を学習するときは、必ずその事案のね、えー、事情、その事案の、まあ、特殊性というか、具体的な事案を把握した上で、その射程をきちんと把握しておくと。 あの、この判例は、すなわち、財物奪取に向けた行為はあった事案なんですね。えー、向けた行為、向けられた行為、すなわち、財産犯の実行行為と評価できるような行為はあったと、その前提で、ただね、それが、犯行抑圧と評価できれば強盗に行くけど、犯行抑圧と評価できなければ恐喝にとどまると。えー、強盗か恐喝かと、えー。そこが問題となっている事案ですよね。でこれに対して、本文の項の行為は、あくまでね、 え、強盗を偽装するために行ったということだから、およそ兵から財物奪取ですよね。兵の犯行を抑圧した状態で、同人の意思に反して、財物の専用を取得するということに向けられたものであるとは認められないと。まあ、ということで判例の事案とは異なっています。まあ、この場合、こうの行為がいかに強度のものであろうと、客観的にね、 えー、兵の犯行抑圧を将来しうる程度のものであろうと財産犯である強盗罪の実行行為と評価する余地はないと、まあ、財産犯の実行行為性がそもそもないんだから犯行抑圧かどうかっていうのはもうそもそも問題にならないんですよね。 ええー、まあ、さらに言えばですね、そもそも兵は、あ、公と共謀を遂げた共犯者ですから、あ、共謀に基づく公の行為についてですね、兵を被害者とする強盗、ま、あるいは強盗未遂の成立を認めるとするとですね、その結論が妥当性を欠くということは明らかですね。えー、まあ、なので、強盗については、あ、そもそも実行行為が当たらないと、自己行為に当たらないということは明らかだと思います。えー、まあ、なお、兵の承諾のもと行われた公の行為には、 呃、兵の意思決定の自由に対する侵害も観念できないということなので、これ厳密に言うと、だから、脅迫罪とか強要罪、ま、すなわち財産犯じゃないとしてもだよ。財産犯じゃないとしても、脅迫とか強要罪における鍵確保強迫にも当たらないということでしょうね。えー、すべて演技なので、偽装してるわけで、兵の承諾のもとやってる行為ですからね。はい、だから、兵を被害者とする犯罪の成否を検討するっていうのは、 えー、ここではあそもそも筋が違うとういうことは明らかなんだと思います、ねえー、その筋で検討しても実行行為性が出てこないよと,とはいなので3ページ戻ります一応書いておいたけど、えー、強盗罪の実行行為ね相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行または脅迫を手段として、まあ、これ条文上は用いてというね、えー、この構成要件だよね用いてというね え、財物を奪取することによって成立する犯罪であるから、その暴行脅迫は財物奪取に向けられたものであることを要すると。はい、この向けられたもの、この用いてっていうね、えー、この要件。えー、財物奪取の側から見れば、暴行脅迫がその手段であること。これが要件になります。えー、暴行脅迫の側から見れば、財物奪取の目的を持ってなされることが要件となります。 まあこれあの皆さんの本、物の,の本によって、えー、表現の仕方がちょっと違うかもしれないので、全部同じこと言ってます。この用いての要件ね。えー、手段性の要件とか言ったりします。でこれで見ていくと4ページ。えー、本件偽装強奪行為は、常述した、まあ、偽装強奪計画の一環として、えー、公述するとおり、兵と共謀した上で刊行されていると。 えー、従って、兵の意思に反する財物脱取に向けた行為ではそもそもないということで、えー、強盗罪の実行行為とは評価できず、えー、本条の鍵括弧脅迫に当たらない、実行行為に当たらないということですね。はい。えー、そこで、じゃあ、あ、あ、窃盗罪の共同戦犯という形で見ていきます。えー、B 点店長 C に対する窃盗罪の兵及び O2 との共同戦犯の成否と。で、ここで共同戦犯の成立要件をお出します。 えー、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思のもと一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思、えー、各個事故の犯罪を実現する意思を実行に移すことを内容とする防御、各個共謀をなし、よって、えー、各共謀に基づいて犯罪を実行した場合には、共同して犯罪を実行したにあたり、共同戦犯が成立すると。はい、これは参考判例7をつけておきました、ね。練馬事件。 えの、枠組みを要件化しています。えっ、ー、と、ここに、要件化した要素として、まあ、事故の犯罪を実現する意思、まあ、正反意思ですね。そして、防、え、疑、ー、共謀。よってっていうこの3文字。これは共謀に基づいてというね、因果性を表す3文字。はい。この3要素。これを3要件で組むか、2要件で組むかと。まあ、要件の組み方はどちらでもいいですが、えっ、ー、と、講義ノートの1つ目の 1>, えー、1ページ目にまとめておきましたが、えー、共同正犯の、ね、要件論については、えー、枠組みの組み方は、まあ、2通りあって、ねえー、これはいずれでもいいでしょう、えー、すなわち共謀、えー、に基づいて共謀、えー、に基づく実行という要件二要件で組んだ上で共謀の認定する事情として、ねえー 医師連絡プラス正反性という形で正反意思とか正反性を示す、ね、事情は共謀の認定の事情の中に組み込むという形で整理する枠組みを作るとでもう一つは正反性は切り離すとだ共謀はもう純然たる医師連絡だけで認定して共謀に基づく実行とでそして3つ目の要件として正反性を基礎づける事情、はい、3要件で組むと、はい、これはいずれでもいいと思います はい。まあ、それを前提として、えー、本件見ていきますが、4ページ。まず、共謀の認定。一応、レジュメではですね、えっ、ー、と、こちらの、あの、えっ、ー、と、実務的な考えに従って、えっ、ー、と、正反性というのは共謀に位置づけて、えー、まあね、えー、練馬事件を、まあ、文字通り読むと、えー、各自の意思を実行に移すことを内容とする防議をなしですから、正反意思をもって共謀するというふうに読めるので、共謀の中に位置づけて検討する形にしてありますけれども、 え見ていきます。えー、まず、あ、えー、うは、オツとともに、えー、B 店に押し入って、えー、商品の腕時計を強奪しようと計画し、兵への協力を求めたところ、金に困っていた兵は、本件強奪、偽装強奪計画を企てて、えー、某月1日、う、えー、に対し、B 店における商品の管理体制を説明した上で、えー、午前11時の閉店時は、普段だと滅多に客も来ないし、あさっては、俺しかいないから、 その時、店に来て刃物を出してショーケースを開けろと言ってくれと。あとは、ね、えー、俺の方で怪しまれないように拒むふりをするけど、最後はきょうショーケースを開けるからすぐに時計を持って行ってくれと。まあここで意思連絡してますね。えー、このように持ちかけたところ、うは承諾したと。はい。なので、意思連絡が認定できるので、5ページ。従って、孔及び兵は B 店のショーケース内に陳列されている本件腕時計を店から持ち出すことについて共謀を遂げたと。 で、ま、あ正反戦についてはですね、あ、まあ、えっ、ー、と、これ、これを第一共謀というふうに呼ぶことにします。で、正反戦については、なおっていうところえ。なお、本件領得行為を実行するにあたり、兵はショーケースを解除し、その中にあった本件腕時計を本件バックに入れていると。公は本件バックを兵から受け取ると、B 店内からこれを持ち出していると。持ち出して逃走していると。 で実質的に両者とも共同して実行行為を分担したものと認められると、まあ、こういう認定にしておきました。なので、実行行為を担当しているから、先反性は、まあ、そこまで問題にならないよと、両者ともね。というふうに考えておきました、まあ、厳密に言うと、これ、兵がバッグに入れた行為と、そのバッグを店から持ち出した行為、こうの行為、これ、どっちが実行行為なんだという議論は厳密にはあり得る。 で片方が実行行為だとすると片方は関与行為で、ねえーまあ、共謀共同正犯だという分析もありえなくはないと思いますただ、ですね、まあ、いずれにしろなんていうか、えー、どっちが自己行為であろうともう極めて重要な行為分担していることには変わらないということなので、えー、正犯性を基礎づける事情についてはね、えー、そこまで、えー、なんていうか重要な関与をしているということはもう前提なのでね。ね ここまで問題とならないだろうというふうに考えています。まあ、考えたことを前提に書いています。ただ、一応、一応ですね、両者とも実行行為を分担しているというふうに認定すれば、今言ったように正反性はまあ明らかということなんだけれども、一方のみが実行行為で、他方は関与行為だというふうに、そういう認定もあり得るかなというふうに思いますので、一応正反性も確認する上で、またというところを見てください。また、両得した。 え、本件腕時計のうち、兵、や、公及び兵の取り分はそれぞれ40点ずつ配分されているということですね。まあ、一応ここ確認しておきました。だから両者とも十分な経済的利益を得ているから、えー、事故の犯罪を実現する意思が認められると。えー、一言を書いておきました。えっ、ー、と、前半戦についてはちょっとまた後ほど、オツのところでね、オツの方はこれメインなので、そこで言及します。はい。で、共謀を認定した上で、い、え、共謀に基づく実行ということですね。えー、 あ、ごめんなさい。イはまだ、えっ、ー、と、第二共謀か。もう一個共謀してるわけですね。えー、もう一個の共謀を認定しておきます。えー、さらに、孔は、孔術するオツとの共謀、第二共謀を遂げている。ここもオツの方で、えっ、ー、と、中身、共謀の中身はオツの方で認定しますが、えー、公がオツと共謀を遂げたということをここで指摘しておきます。で、順次共謀に関してはですね、なおっていうところを見てください。えー、第一共謀に際して、平は孔に対し、 えー、会ったことのないオツは信用できないから、今の話は内緒にしてくれと提案していると。で、こうは、ね、えー、兵と内通している事実を非したままオツと第二共謀を遂げているよね。で、そうすると、兵とオツとの間には直接の意思連絡がないと。えー、むしろこの、兵とオツとの意思連絡は、兵の方は意図的に排除しているという事情があります。 ここをどう評価するか。まあ一応問題になり得るかなと思いましたが、まあここではですね、口述の通り第一共謀及び第二共謀における犯行内容には重なり合いが認められるため、実質的には同一の犯罪について、兵とオツがこうを返して順次共謀を遂げたというふうに認定しておきました。えー、ちょっと議論になり得るかなと思ったので、アスタリスク見ておきます。 えー、孔、乙、兵の共犯関係をどう分析するかというところですが、孔が兵と共謀を遂げて、第一共謀ね。さらに乙と共謀を遂げた、第二共謀。だから、孔に関しては両方と共謀していることは明らかでしょう。他方、兵と乙との間には直接の意思連絡がないと。いうことで、孔を介して、順次共謀を遂げたと言えるかが問題となると。えー、平成28年の出題出身にも指摘されてましたね。 ま、いわゆる順次共謀の考え方に従って論述することが求められるというふうに指摘されてました。で、先ほどの、お、言った練馬事件が、あこの点についてこう述べている。同一の犯罪について、数人の間に順次共謀が認め、行われた場合は、これらのもの全ての間に、当該、犯行の共謀が行われたと解すると。 えまあこの判例によると、順次共謀による共同正犯の成立の根拠というのは、えー、順次共謀により、三者間で同一の犯罪の危険性を弱視する点に求められると解されると。ちなみにですね、順次共謀の議論って、あんまり学説でもね、詰められてない印象なんですね、えー、順次共謀ってどういう場合にどういう根拠で成立するんだって、あんまり議論されてません。 ので、えー、まあ、この練馬事件とかを参考にしながら自分で考えるしかないんですが、まあ、どうやらこの判例は、この同一の犯罪の危険ッ気と、危険性ッ気という点をポイントにしているように思われます。従って、本問においても仮にですね、えー、オツの介入によりッ気された危険性が、当初、孔と兵がね、えー、ッ気した危険性と、まあ、同一だと、実質的に同一の犯罪だと言える限りは、順次共謀でいいんだと思います。が、 まあ、これ全然別だよと。えー、こうと兵の話し合いと、ことオツの話し合いは、まあ、全く別の犯罪ですよと。えー、いうことになってくると、これはね、別個の犯罪の危険性だということであれば、えー、兵及びオツの順次共謀は否定されると。えー、いうことになるかなと。まあ、結論はいずれもあり得るかなと思いましたが、ちょっとただ、兵とオツを、これ、順次共謀否定すると、また処理がめんどくさくなるというかね、ややこしくなると思うので、 えー、一応、順次共謀でつなげて3者共同正反にした方が、えー、答案としては感銘になるだろうという、まあ、戦略的な発想もありますが。はい、ということで、一応そういう認定にしておきました、で、共謀に基づく実行、括弧3番ですね、えー、ここは問題ないので、えー、指摘するだけ、えー、上記第1共謀及び第2共謀に基づいて、公は本件領得行為を実行していますと。 はい。まあ、ちなみにですね、仮に腕時計について、兵の単独占有を先ほど認定した上で、えー、業務上了罪の成立を兵に肯定していた場合は、これ、えー、本件腕時計について何ら管理権を有していない行は、業務も占有もいずれも身分を書いてますよね。えー、だから業務上了罪で行くと、この共犯と身分の処理65条の適用と、この、ここが問題になってきます。 えーまあ、業務上横領罪についての65条の適用が問題となった参考判例8をつけておきましたけれども、えー、だから、ですねこれただでさえ問題の量が多い検討すべき量が多いのに横領の筋でいくと各量がさらに増えるとで、まあ、これもおそらくなんですが横領でいった場合と窃盗でいった場合でですねそこに振られているマックスの配点は変わらないと思われます。 どっちで言っても点数はつくかもしれないけど、えー、最大点数は同じだと思います。あの、振られてる配点はね。そう考えたときに、まあもちろん多少の裁量点とかはね、あるんだと思うんですけれども、えー、横領で言っちゃうとさ、そこで時間も取られるし、答案用紙の幅も取ら、分量も取られちゃうし、えー、そうなると、その分ですね、他の検討が薄くならざるを得ないですよね。 で、結局、マックス取れる、得点は同じ、配点は同じってことになると、まあ、戦略的な視点から見ても、やっぱりですね、ここは窃盗で認定した方が、全体としては高得点狙えるだろう、というふうに思います。まあ、事実認定の妥当性というか、あの、事実認定の自然な事実、えっ、ー、と、なんていうかね、 自然な事実認定。だ当な事実認定という観点からも、やはり窃盗の筋だろうというふうに思いますし、さらにプラスして、今言ったように、答案戦略的なね、観点から言っても、ちょっと横領はやめた方がいいんじゃないかなと。もう一個ハードルが出てきちゃうんですよ。これ後で言及するけど、横領で行くと。昨頃論のところでね。なので、なかなか超難しい問題になっちゃうなという気がしますのでね。まあ、一応そこも指摘しておきます。はい。で、6ページです。ま故、あ、意は簡単に認定して、不法領得意種もね、 金に困っていったから、あやったんだということが書いてあるので、これも簡単に認定できるでしょう。はい。で、次が、オツの在籍ですね。で、おの在籍は、これ、えっ、ー、と、論じ方が、えっと、二つの答案構成を一応、このレジュメでは示しておきました。というのは、このオツの認識、一人だけ強盗をやろうって認識なんだよね。 で、この認識のズレをですね、どういうふうに処理するかという点については、まあ、二つ、大きく分けて二つの構成があるかなと思いましたので、え二、ー、つ、そこで示しておきますが、えー、と、一つ目は、濃い認定アプローチと書いたもので、えー、と、これは、スタリスク先に見ちゃおうか、8ページ。 えー、共謀点で共犯者間の意思内容に不一致がある場合の処理手順ですね。で、ここは大きく分けて2つのアプローチが考えられるだろうと。で、第1の考え方は、抽象的事実の錯誤の一類型と捉えるアプローチ。まあ、これ、故意認定アプローチというふうに私が名付けておきましたけど。すなわちですね、判例は異なる構成要件間の錯誤があっても、構成要件が実質的に重なり合う限度で故意を認めると。 でこのアプローチによると、共謀に基づいて犯罪が実行された事案において、えー、共犯者間で意思内容が異なった場合も、主観面における故意の認定において、えー、構成予見の重なり合いを検討することになると。えー、具体的には、えー、本問において、えー、公はオツとの間で、えー、要は、意思連絡を遂げた生の事実としてはこれと。B 点において、えー、店員に刃物を突きつけてね、 時計をダッシュすることこ、はい、ここについいてて意思連絡を遂げているとえこの時点で実際にはね、公にはあ、脅迫を手段として財物を奪取する意思がないと。公、えー、の真意としてはね、そういう意思はないと、えー、いうことなんだけど、この点については、これはもっぱら主観面の故意の問題だから、ここでは評価しないと。公、えー、の内心の問題は、あそれはあもっぱらね、故、え、意、ー、の主,、えー、主観面、故意の認定の問題なんだと。 その上で、えー、上記共謀に基づいて、公、え、が、ー、B 点に対し、脅迫を手段としない財物奪取に及んだということで、これ結局、強盗共謀したら、あその共謀に基づいて窃盗が行われたって、そういうふうに見ればいいんだよと。だから、オツにとっては、客観的には窃盗の共同戦犯に当たる事実が実現されたと。えっとお、講義ノートで出しておきました。ちょっと見てください。 一つ目のね、故意認定アプローチ。えー、だから、江と大津が医師連絡遂げた内容って、外形的には強盗なんだと。でところが、その共謀に基づいて、江はそもそも、ねえー、脅迫を手段として、財物奪取を行う意思はなかったことから、ね、その共謀に基づいて行われた犯罪は、 実際には窃盗だった。だから、強盗の共謀に基づいて窃盗が行われたということになるので、オツの在籍はどうなのと聞かれたら、客観的には窃盗の共同戦犯に該当していると。ところが、オツは当初からね、えー、強盗の認識ですから、オツの意思内容、主観面は強盗の共同戦犯ですよね。えー、そこで、ここを錯誤が起きていると。この錯誤を処理するんだと。えーまあ、こういうふうに、えー、分析するのが一つ目のアプローチです。 いいですかね ?8 ページの下のところに戻るけど、えー、次に主観面の行為の認定において、オツが脅迫を手段とする財物奪取、すなわち強盗の認識だったとういうことを、ね、えー、この主観的には強盗罪の共同性犯の行為であったという点を問題とします。えー、これは重い犯罪を実現する意図で、軽い犯罪を実現した場合ですよね。これ、抽象的事実の錯誤の一類形というふうに位置づけて、これを処理すると。 そこで客観面、窃盗と主観面、強盗の重なり合いを検討し、構成要件的に重なり合う窃盗の行為が認められる。まあ、38条2項3章と。え、以上より、乙には窃盗罪の共同戦犯が成立すると。まあ、これが一つの論じ方かなと。え、おが主観的には強盗の共同戦犯で、ね、え、にはその意図はなかったというところについては、乙の作語論、乙の行為の認定で処理をするんだよと。こういうことですね。 はい。で、これが一つ目の枠の取り方で、一旦これでじゃあ検討を進めてみます。でそうすると、まずですね、えっと、6ページ戻っていただいて、まず、共謀の認定からいきますよ。6ページ。えー、共謀の認定にあたってはあ、各共犯者間における犯罪遂行についての意思連絡に加え、 えー、犯罪遂行過程において果たした役割、関与の対応、犯罪遂行の動機、えー、犯罪遂行による利益の帰属等の事情から、各共犯者が共謀を介して正犯として事故の犯罪を実現したと言えるか否か、正犯性を実質的に判断する。えっとですね、ま、おつは正犯性がメインになってくることは、まあ、間違いないので、えー、そのメインどころの論点では、こうやってね、えー、 コール要素というか判断基準ですね。え、メルクマールを論述して、コール要素を論述して、それを書いてからそこに当てはめると。え、こういう形で答案を作ると。え、これが高得点の鍵ですね。ただ、あらゆる要件でこれをやってると時間が消し飛ぶので、え、ど、このメリハリ付けですね。どこの要件でこういうふうにコール要素まで上げた上で当てはめるっていう形を取るか。 えこのメリハリ付けについては、これはやっぱり上位答案等を参考にしてですね、どの要件の認定がね、この問題ではメインになるのかっていうね、ここを適切に見抜けると上位答案になりますんで、上位答案参考にしながらですね、そういうセンスをアップするという練習が必要になるでしょう。一応だからこの、えっと、答案では先ほどの占有ですよね、兵の占有のところでもそういう書き方をしました。 で、次、この正反省のところでも、こう、考慮要素を置いてから当てはめるという書き方をしてます。だから、この辺がメインだということね。で、正反省に関しては、あと、まず一連絡見ちゃうか。一連絡はいいですよね、6ページ。えー、こうは、同月二日、おつに対して、明日、俺が B 点の、閉店と同時に中に入って定員に刃物突きつけて、時計奪ってくると。 その間、お前は近くに止めた車で周囲を見張り、俺が戻ってきたらすぐに車を出してくれ、というふうに持ちかけたところを承諾していると。いうことで、意思連絡認定できますね。従って、こう及びお通は、B 点において、店員に刃物を突きつけて、本件ご、時計をダッシュする。えっと、これはだから外形的に遂げられた意思連絡を認定してますよ。B 点において、店員に刃物を突きつけて、そして、本件腕時計をダッシュする。 えっと、この、ビコーとオツの話し合いを第三者がね、こう、旗から見てたら、ね、こういう内容の意思連絡を解けたというふうに見えるわけだよねえ。そこを認定してます。で、正反性ですね。オツの正反性。これが、まあ、問題になるよと。で、えー、正反性に関しては、えっ、ー、と、今ちょっとだからメルクマールを先に言っちゃったんだけれども、えっ、ー、と、7ページのアスタリスクか。正反性、正反意思。まあ、これ、呼び方どっちでもいいけど、 この要件についてはですね、まあそれを共謀と別個の要件と位置づけるか否かはともかくとして、まあこれね、共謀の中で認定するか、共謀とは別に認定するかっていうのはどっちでもいいです。これは先ほどの話。まあそれはともかくとして、とりわけ実行した犯罪がですね、財産犯である場合は着目してほしい要素。その認定に際して特に利益の帰属という事情が重視されると。ここですね。 これは、当該犯罪によってね、経済的利益を得る立場にあるということが、財産犯における動機を有すること。すなわち、当該経済的利益に預かることが犯罪に関与した動機であった。これを強く推認させる事情となるからです。まあ、出題趣旨でも繰り返しここは述べられてますね。平成20年も、金銭の分配状況っていうね、ここに着目しろというふうに書かれてますし、 平成24年の出題趣旨もね、利益を得ることを期としてとか、利益を得ていることについて、正反性の判断にどのような影響を及ぼすかを論じると。え、こういう書かれ方を知っています。あるいは平成28年、え、共謀が成立していることを論じる必要があって、その際には、え、おつが分け前欲しさもありとかね。 え、金位の7割を手にすることにしていたとか、この辺のね、利益の分配。ここを、これらの事実を用いて、共謀共同正犯が成立することを、その要件を踏まえて論じることが求められる。ま、こういうふうに、出題趣旨でも言われているので、え、正犯性がメインとなっている問題。これよく出ますよね。え、よく出るんです。これ、出題趣旨でもね、こんだけあるっていうことは、非常に品質の論点ということです。 だから先ほど言ったこう要件をどっちの枠組みで取るかどっちでもいいんだけど、結局認定する事情がね、えー、ちゃんとできているか、これが大事なわけで、えー、正反性を基礎づける事情、まあ、いわゆる法所犯、協、え、議、ー、の共犯ですね、えー、法所犯とか共産犯にとどまるのか、それとも共同正反と言えるのか、ね、この区別基準です。えー、客観面、主観面両方の事情ですね、客観面、役割の重要性だとか関与の積極、主導性だとか、 で、特に財産犯の場合には今言ったように経済的利益の帰属。これが主観面の動機を推認させるよと。利益を図る目的があったと。えっ、ー、とね、もちろん分け前の高とかね、傾斜にもよるんですけど、基本的にはですね、この分け前をもらってるのに、えー、他人の犯罪を手伝っただけですって、こういう弁解は通用しないです。分け前をもらってんだったら、それ自分のためにやってるわけです。自分の犯罪としてやってるわけです。 というのが実務の感覚。だから、それなりの分け前をもらっている共犯者が、なお、法助犯にとどまるっていうのは、ほとんどないというふうに考えられます。はい。まあ、そこを前提として、正反性の認定を見ていくと、6ページ下のところ戻りますね。 え、B 点における本件犯行について、オツは実行行為を分担していないことから、オツの関与が重犯にとどまるというべきかが問題となる。まあ一応問題提起は、要は正犯性が欠けると、法助犯に落ちるよと。え、だからまあね、オツの公判ではここが争点になるでしょうということで、え、じゃあ正犯という実質があるのかどうか、ここを問題にします。え、確かに、 えー、オツは、あ、この後輩であり、本件犯行にあたり、こが平と内通している事実を知らされていない、など、オツの立場はある程度従属的だ、ということが伺われます。えー、ま、実行行為やってないからさ、正反性が問題となるんだけれども、じゃそこでオツの立場を見たときに、やはり、えー、従属的だという要素は一定程度認められるよね。えー、この方が主導的に決定計画していると言えるでしょう。しかしながらですね、 えー、ここから先、客観面と主観面の事情に着目していきますよ。しかしながら、えー、本件犯行当日、コウ・オツは、オツの運転する自動車で、えー、犯行現場である B 店まで赴いたと、えー、犯行直後もオツの運転する同社で現場から逃走と、えー、またオツはコウが同車両を降りてから戻ってくるまでの間、通行人がコウを警戒したり、えー、警察官らが駆けつけたりする様子があれば、これをコウに知らせるつもりで、周囲を見張っていたと。 はい、こういう関与行為ねこれ客観面の事情ですね車で送ってあげたってこれ平成20年も同じ事情が出てましたね同じ事情で正反省を論じさせる問題が出題されましたね、えー、だからもうよくありがちなパターンということですで加えて今回見張り行為がくっついてるとこの辺が客観面の事情ね このような、本件犯行の遂行過程において、オツが果たした役割というのは、本件犯行の実現に必要不可欠なものであり、本件犯行遂行に対するオツの関与は積極的なものであったと認められると。次、主観面。また、オツは金に困っていたことから、こういう動機があったらもう絶対注目するっていうことね。金に困っていたことから、ね、こうともに本件腕時計の強奪を計画していた。え、コから、 帰ったら時計を分けようとの提案を受けて本件犯行への協力を承諾した。え実際に犯行後、オツはこうから本件の出時計100点のうち20点、えー、時価合計400万円相当の分け前を受領していると。えー、十分な分け前をもらってます。えそうすると、えー、オツは本件犯行によって十分な経済的利益を受ける地位にあったと認められ、そのような利益を得ることが、オツが本件犯行に関与した動機であった。ということからすれば、 オツには事故の犯罪を実現する意思が認められ、ね、他人の犯罪を手伝ってあげただけですよという弁解は通じませんよというふうに認定しておきました、はい、でこれが正反性の認定ですで以上より、まあえー、と私のこの答案はね、えー、とその正反性を共謀の要素に位置づけているので結論としては以上より行為武乙は本件犯行について共謀を遂げたという形にしてありますで次が暴に基づく実行の認定 で、2番。え、は、上記第二共謀に基づいて、本件偽装強奪行為を行った。が、これは上述の通り、強盗罪の実行には当たらないと。ね、強盗罪の実行行為には当たらない。ということでしたね。え、その上で、8ページ。他方で、えー、上記第一共謀及び第二共謀に基づいて、ね、本件両得行為を行っていると。えー、実際に腕時計を取った行為。これはですね、えー、B 店店長 C に対する説得 オツにとってここが大事よオツにとって第二共暴に起因して客観的には窃盗罪の共同正犯にあたる事実が実現されたことになるこれこの表現はですね参考判例の、えー、と参考判例9か参考判例9の表現を、えー、使っておきましたこの認定をすれば作語論になります、えー、強盗を共謀したんだけど客観的には窃盗 窃盗の共同制犯に当たる事実が実現されたとその共謀に起因してね因果性があることが前提共謀に起因して客観的には窃盗の共同制犯だとそこで主観面がずれてるから錯誤になるんだよとはいこれ参考判例九の表現を使ってそういうふうに説明しましたいいかなえっ、ー、とここがポイントなので ちょっとこれは見ておくか、えー、と参考判例9開けてくださいあ。ごめんなさい、参考判例9じゃない10だ、10です、えー。間違ってた。参考判例10を見てください。えー、とこれはだから、と暴行傷害を共謀したら、ね、一、えー、人が殺意を持って殺人をやったっていう事案なんですね。 共謀したのはあくまで暴行障害しか共謀してないんですよで。ところがこう言ってるんですね、ここ、えー暴行えー、と被告人 X ら6名にとっても、ね、Y が殺人をやったということは、被告人 X ら6名にとっても、暴行障害の共謀に起因して、客観的には殺人の共同正犯にあたる事実が実現されたと、これね、この認定があると、これ、錯誤論ですよね。客観面は殺人、主観面は障害、だから錯誤だと。 えー、この認定をすれば、錯誤論に持ち込むことができます。だから本門もそれで認定しておいたということです。一応その確認でした。はい。で、えー、問題の錯誤論ですが、8ページ、えー。故意の認定ですね。抽象的事実の策語と。最、えー、もオツには、えー、B 店の店長を、えー、B 店、 ごめんなさい。B 点の店員に対する強盗の認識があるが、店長 C に対する窃盗の認識はなかったということですね。だから、行為の損否について検討するよと。で、まあ、法定的符号説をそこに書いておきました。あ、行為者が認識した事実と現実に発生した事実との間に異なる構成要件にわたる。 作語、えー、がある場合は、両者につき、構成要件的に重なり合いが認められる範囲において、軽い罪についての行為を認めることができると。えー、両者につき、構成要件的に重なり合いが認められるか否かについては、保護法益及び行為対応の点ですね。えー、両者の共通性を判断すると。で、強盗と窃盗の、この重なり合いは、これはいいね、えー。もうパターンですね。いずれも財産権を保護法益とし、意思に反して他人の財物を奪う対応だという点で共通しているから、 等の限度で重なっているということですね。従って、オツには、両罪につき構成要件的に重なり合う、窃盗の共同戦犯の行為が認められると。えまたあ、オツは、あ上記同期を有していたということだから、まあ、不法領得意志も認められるということですね。え結論、以上より B 点、C えー、B 点店長 C に対する窃盗罪の公との共同戦犯が成立。なお、上述の通り、えー、順次共謀で兵とも共謀しているということで、兵との間でも共同戦犯になるよと。 はい。えっ、ー、と、まあ、強盗と窃盗の重なり合いは、これはもう意図も簡単に検討できるはず。だが、えっ、ー、と、9ページ、2つ目のアスタリスク。これですね、ここで仮に、またね、えー、兵を業務上横領にしちゃってると、ここの検討が途端に難しくなるよというやつね。えー、兵が業務上横領だと、こうも業務上横領になっているとこういうことを前提とした場合、 ま、業務上がつくかどうかは、これは65条の問題だけどね。えー、いずれにしろ、こうが横領だってことになっている場合、えー、おつの錯誤の検討は、これ結局、横領と強盗の重なり合いで検討することになるでしょう。で、両罪の重なり合いを認めることは容易ではないというふうに指摘しておきました。ちなみに、業務上横領と窃盗については平成27年で出題されてますね。平成27年の採点実感で、まあ、そこに引用したようにね。 え、指摘されていたんだけれども、えー、ま、これは応用問題になっちゃいます。超難しい問題になっちゃいます。まあ、この意味でも、やはり、窃盗の認定で行くべき、戦略的にその方が合理性があるということですね。あの、アドバイスとしてはですね、現場で見切れ発射しないっていうことです。見切れ発射で答案を書き出さないと。えー、これ、最初、応領で行っちゃうと、オツのところに来たときに、あ、やべえ、これ全然難しいじゃんってことに気づいても、もはや手遅れということになるので、こう、 一個の認定、一つの要件の認定がその後、こう波及していくと。ドミノ倒しのように波及していくということがあるんでね。えー、全体の答案構成をしっかり仕切ってから答案を書き出すと。これがですね、やっぱり、えー、なんていうか、特にこうやって共犯関係錯綜してくる事案では、全体を通して矛盾なく論述をするための、えー、矛盾なく処理していくためのポイントですね。えー、見切れ発射で始めちゃうと、ね、あ、まり時間がない時間がないって言って書き出しちゃうと、 え、取り返しがつかないことになっちゃうんでね。それに注意しましょう。というのがここでの指摘です。はい。あと、まあ、ね、え、仮に横領で言った場合、重なり合いを認めたとしても、またね、え、オツは身分がないから、結局オツにも65条の適用が問題となるよ、ということも指摘しておきました。はい。ということで、またここでも各分量が増えちゃうということですね。 はい。で、これが一つ目の、お、作語論でいくアプローチで、で、もう一つアプローチが考えられるかなっていうのが次ね、構成例にっていうところ。えー、これ、共謀認定アプローチというふうに名付けておきましたが、これは何かというとですね、えー、っと、先に見ちゃう。10ページの米印、アスタリスク。えー、っとね、第2の考え方は、 一、共謀時点において共犯者間において意思内容の不一致が生じていた場合二、共謀時点において共犯者間の意思内容に不一致はなかったが実行行為時点において意思内容に不一致が生じ当初の意図とは異なる結果が実現された場合これを区別するというのが考え方の2つ目です先ほどの1つ目の考え方はこれ区別しませんでした、えっと、さっき見た参考判例10ね え、当初、障害、暴行障害を共謀したところ、現場で一人突っ走って殺人をやっちゃったっていう、この事案ね。この事案は、共謀成立時点では意思内容ずれてません。ところが、本門は、共謀の時点ですでにずれてるでしょ。花から。はじめから。だからここを区別するんだと。えー、二については、先ほどの参考判例十ですね。えー、このタイプ。共謀成立時点ではずれてないけど、現場で実行行為の時点でずれちゃったと。 この場面では、錯誤論でいいんだけれども、さっきの参考判例10みたいにね、錯誤論で処理すればいいんだけど、当初からずれていたっていう本文のような場合、丸一のね、この場合については、これはそもそも共謀の認定においてね、えー、上記共犯者間の認識の阻合を、もう共謀の認定の段階で、えー、検討する必要があるぞというのが共謀認定アプローチです。えー 先ほどの第2のアプローチ、講義ノート、見ておきますが、えっと、このアスタリスク見ながらね、この講義ノート映しておきますけど、アスタリスク見ながらいきます。えすなわち、共謀とは相互的なあ意思連絡に基づく共同犯行の合意であるという以上、共謀時点でですね共犯者間の認識に食い違いがあれば、そもそも共謀が成立しないと。 ま、この理解を前提とすると、そのような場合に、共謀、意思連絡を遂げたと認定できるのは、両罪の構成要件が重なり合う範囲においてであると。重なり合う限度でしか共謀とは評価できないと。こういう見方をするってことね。したがって、この考え方によると、主観面の故意の認定、ま、作語論の問題以前に、ま、そもそも共謀の認定でね、構成要件の重なり合いを検討しなきゃいけないということになりますよね。 共謀の成立範囲の検討段階でもここで限定しちゃうと。ださっきみたいに客観的、外形的な合意の形を見るんじゃなくてね。二人が話し合ってんのを第三者が見たらこれ強盗について話し合ってるじゃんっていう見方をするんじゃなくて、ね、もうこの段階で両者の主観面を見てしまうと。そうすると意思内容が食い違ってて、食い違ってる場合は結局それ合意を遂げたと言えるのは重なり合う限度でしかないんだよと。重なり合う範囲でしか共謀とは評価できないよと。 共謀、まあ、を結局客観的に見るか主観的に見るかの違いと言ってもいいかもしれないですけれども、えー、第三者から、ね、客観的に見たら強盗の共謀を遂げているように見える事態が、うの内心にフューチャーするとお実は、ね、窃盗の範囲でしかう、ね、はオツと一緒にやろうというふうふには思ってないわけですよね。 えですから、あその内心面にフューチャーすると結局窃盗の範囲でしか意思連絡してないじゃないかとも言えるしね。これどっちの見方をするかっていう問題なんだと思います。はい。そうするとですね、本問においてはどうなるか。えー、孔とオツトが意思連絡を遂げた時点において、両者の認識が異なっているから、いかなる範囲で共謀が認定できるのかってこういう問題提起になるわけですね。で、孔の方の内心は結局脅迫を手段としない財物奪取、窃盗 の意思ですねで、オツは脅迫を手段とする財物奪取、強盗の意思ですね、ここでも重なり合いを検討して、重なり合う窃盗の限度でしか意思連絡を遂げていないと、まあ、こういう評価になると、いいですか、だからこの図でいくと、もう共謀の検討の時にに、ね、こうは窃盗の意思しかない、オツは強盗の意思だと、だからもう重なってる範囲でしか共謀は成立してないんで、そもそもここでは、共謀の成立の時点で、窃盗の限度、でしか共謀してないんだという評価になります。 ここがさっきと違うところ。で、そうするとその後の検討はどうなるかというと、この凶暴に基づいて、公が B 点に対し、脅迫を手段としない財物奪取に及んでいるということだよね。まあ、この客観面は変わらない。窃盗をやってます。で、そうすると、オツの主観面の検討はどうなるかというと、これ結局、窃盗の凶暴を遂げて、その共暴に基づいて窃盗を公が実行したということで、 えー、共謀を遂げた犯罪の内容と、共謀に基づいて実行された犯罪の内容に、不一致は生じないと、おいうことだよね。そうすると、おつの錯誤は問題とならないと。まあ、こういうふうに考えた場合は、あ客観的に発生した事実、まあ、B から財物奪取してきたという事実のに,に対する認識を持って、説盗の行為を認定すれば足りるということになる。まあ、これが一つの考え方でしょうね。 えー、共謀内容と実行内容にずれがないと考えれば、もうそのまま、えー、え、オツのね、錯誤は問題とならずに、窃盗の共同性反成立ということでいいでしょう。えー、オツの事実認識は窃盗の認識に欠けるところはないだろうという判断をすれば、それで足りると。ただ、まあ、理論的にはですね、改めて故意責任の範囲を別途問題として、ね、重なり合いをもう一回検討するという余地も、理論的にはありますね、ただしっていうところね。 えー、共謀の成立範囲と恋責任の範囲は別問題だと,題だというふうに捉えると、ね、えー、あくまで共謀は共謀、恋は恋で別問題だと捉えると、まあ、改めて昨後はもう一度オツの主観面で重なり合いを検討するっていうのは理論的にはあり得るんでしょうけど、ただま、結局同じことを検討するだけだから、まあ、答案上ではね、もう一度繰り返すところまでは必要ないだろうというふうに思います。このアプローチで言ったらもうそのままね、え、素直に恋は認定しちゃっていいんじゃないかなというふうに思います。はい。 これが第2のアプローチでそうするとこのアプローチでいくと答案の形がどうなっていくかというところですねえっとレジュメ戻っていただいて9ページ まあ、えっと、意思連絡及び正反性、正反意思の認定は、ここは同じでいいでしょう。共謀の成立範囲、ここで問題にします。えー、9ページの括弧2番。えー、もっとも、孔とオツトが意思連絡を遂げた時点において、えー、孔は、上述の通り、兵と共同して、えー、偽装強奪計画を、えー、起としていたと。ああ、そこで、いかなる範囲で、オツト共謀が認められるかについて検討するよと。 でここで重なり合いを出しちゃいます。共同戦犯の本質は、共犯者が相互に、えー、利用補充して、えー、事故の犯罪を実現する点にあることからすると、医師連絡を遂げた時点でね、共犯者間の意思内容に不一致がある場合にも、両者の認識した事実につき、構成要件的に重なり合いが認められる範囲において、相互利用補充関係が認められるということから、その範囲で共謀が成立すると。 まあ、両者について構成要件的に重なり合いが認められるか否かについて、ここの判断基準は同じ。えー、保護法益と行為対応の点から判断する。えー、そして重なり合いの検討も同じということですね。えー、強盗と窃盗えー、いずれも強、えー、え、保護法益行為対応の点で共通しているよと。で、結論。ここですね。ここの書き方。以上より、括弧三3番のとこね。え、以上より、こうよびおは、両者の意思内容につき構成要件的に重なり合う、 窃盗罪の範囲で共謀第二共謀が成立していると第2共謀を遂げたと認められるとこういう書き方になるんでしょうねで共謀に基づく実行これはいいよね第2共謀に基づいて領得行為を行っているとで故意の認定ですまあ作語論を問題としなくていいという理解を前提としたらもうこれだけでいいんだなえー、常述の通り本件領得行為は窃盗罪に当たると 窃盗の範囲で成立した第二共謀に基づいて、公が実行した犯罪事実、まあ、すなわち B 点から本件腕時計を持ち出したことについてのオツの認識に欠けるところはない。したがって、窃盗罪の共同戦犯に当たる事実の認識任用が認められるよと、えー。故意はもうこの事実認識をもって、昨後論は、えー、問題とせずに認定しています。また、フォールドクイッシュもいいでしょう。 はいということで、オツについては、ちょっと2通りのね、えー、論じ方を示しておきました。えー、ここはいずれでもいいだろうと思います。はい。で、まだいると。手、手がいるということで、11ページ。えー、非常に息が切れるというかね。時間の関係で、えー、かなり急いでこの講義もね、やんないと最後まで終わらないので、えー、と頑張ってついてきてください。 えー、がいましたということで、えー、当品等保管罪の製品ということを見ていきます。まあ、とはいえもうは実質一論点で、もうパパッと処理してあんまり時間かけないっていう、ここが大事でしょうね。えー、まず一つ目、えー本、えー、一つ目の要件、本件腕時計は上述の通り兵から あー、平らが B 点から摂取したものだから、投品に当たると。まず客体の認定。で、次。えっ、ー、と、この在質ここの検討が、まあ一つね、えー、論点。ここだけですね、問題点は。 えー、本罪の処罰根拠は、盗品等の事後的な処分に関与する行為が、被害者による盗品等の返還請求権の行使を困難にするとの点のみならず、えー、一般に盗品等の犯罪を助長し、誘発する危険があるとの点にも求められることからすれば、本罪は継続犯だと避される。はい、継続犯。これがキーポイント、キーワードで、えー、っと、アスタリスク見てください、えー。盗品等保管罪における地上の時期という問題ね。 えー、当品等の占有移転の時点では、当品性の認識がない。えー、その後、地上した場合に、ね、本罪の製品が問題となるよと。えー、本罪の材質を継続犯と解するのであればあ、地上後もなお保管を継続する行為に保管罪が成立する。いいよね。えー、継続犯ということは、まあ、例えば、監禁罪とか、ああいうのと同じってこと、ね。えー、そのものを占有している最中はずっと自己行為継続しているって、そういうふうに評価する。だから、 途中で事情を知った時点以降は、知りながら保管してるわけだから、あ自行行為継続してるわけだから、えー、その時点以降は成立するよということだよね。で、これに対して状態犯として解するのであれば、ねえー、保管中に地上をした場合には本罪は成立しない。えー、状態犯まあ、えっ、ー、と、まあ多くの財産犯はこれですけど、まあ代表例は窃盗罪ですね。 窃盗罪。実行行為はあくまで占有取得の行為。占有取得行為であると。その時点で実行行為は終了しちゃうと。その後占有をずっと保管している、占有をずっと継続しているか。継続しているっていうのは、これは法益侵害状態が継続しているだけで、実行行為が続いているわけじゃないよと。こういうふうに考えた場合は、これ占有取得の時点で事情を知らないといけない。行為がなきゃいけない。 いうことですよね途中で、えー、地上した後の保管、これを継続したとしても、ね、故意に実行行為をしているという評価にはならないから、実行行為も終わってるんでね、えー、後の祭りというか、後で気づいた時点でも実行行為終わってたと、実行行為というか、まあ、実行行為で評価される行為は終わっていたと、えー、すなわち実行行為の時点で故意がなかったということになるので、えー、本罪は成立しないよろしいでしょうか、ただこれも判例があるからさ。 えー、こういう議論があるよってことは皆さんご存知だと思うけど、えー、判例11がありますんでね。いいよね。えー、造物であることを知らずに、投品の保管を開始した後、ね、それを知るに至ったのになおも本般のために保管を継続するときは、ね、えー、造物寄贈に当たると。まあ、昔の判例でありますので、保管罪の成立を肯定してます。だからここはもう肯定説です。 えまあただ、保護法益論として被害者の追求権を重視する立場からすると追求権侵害というのはまさしく占有移転、占有取得の点にあるというふうに考えられるので盗品性の認識は保管開始時において要求されるというふうにつながっていきますあの追,求権説を追求権の、ね、侵害という点を重視すると 盗品関与罪の材質は窃盗罪とか、ね、その本般の材質に近づいていきますからね、その被害者との関係での,その追求権を侵害すると、この側面で見ていくと。はい、ただ、いろいろここは議論あるけど、判例があるので、もうその結論だけ書いてで、キーワードは継続犯だという材質だよね、それで処理すればいいでしょう。ということで、当てはめ見ておきます。 えー、ていは当初、へいから頼まれて、えー、本件バッグの中に、本件腕時計が入っていることを知らずに、本件バッグを自宅の押し入れ内に入れて保管開始。えー、もっとも、その後、不審に思ってバッグの中を確認したところ、本件腕時計を発見し、その時点でこれらの腕時計が盗品であることを認識した。えー、したが、その後もね、えー、へいのために本件バッグを預かり続けることとしたということだから、かかる時点以降もなお、ていが本件バッグの保管を継続した行為は、 商品等の保管にあたるとで、故意ですね、えー、本罪の成立には当品であることの認識が必要だと、えー、その認識は密室的なもので足りると定、えー、は本件腕時計を発見した時点でこれらの腕時計は 兵が自分のものにするために B 店から無断で持ち出した商品だろうというふうに認識したんだから、まあこれが窃盗なのか、あ横領なのかともかくとして、ねえー、いずれにしろかかる時点以降は本件腕時計の盗品性について密室的に認識していたという認定ができるので本罪の行為が認められるよと。はい。というのが定のおあ検討でした。で、質問1終わりと。で、やっと質問2なんですね。えー、頑張りましょう。 ここで終わらせればね、ちょうどいいかなって感じなんですけど、質問2がついてるからね、ま行っちゃいますね。次です、質問2。で、先ほども言ったけど、えっ、ー、と、これはカッコ1とカッコ2、ね、論点ごとにカッコ1とカッコ2を、えー、まあ,あの、説明するということだけが求められてるから、えっ、ー、と、これ、項の在籍についてですね、一個一個、今までみたいに、質問1みたいに、一個一個要件を認定して、ね、検討して認定していくっていう作業は求められていないということですね。だから論点だけ組んで、 えー、その論点について、肯定否定の立場で論じていけばいいと。はい、で、えー、とまず一つ目、共謀に基づく実行と言えるかについて、えー、これ一つ目の論点で組みました。で、全体のちょっとこれ、構成見ておくけど、二つ目の論点として、えー、同時障害の特例の適用の回避についてという形で組みました。で、ここで肯定否定いずれも書いてます。で、まず一つ目、えっ、ー、と、12ページ戻っていただいて、 で、過去一、えー、孔及び兵は共同してオツに対して暴行に及ぶことを共謀していると。で、本件共謀に基づいて、孔がオツの頭部をお、お木刀で一回殴打すると。まあ、これ、孔の殴打行為と言います。その後、兵がさらに孔から取り上げた木刀でオツの頭部を殴打している。これ、兵の殴打行為と言います。えオツは全治3週間を要する頭部列車症の障害。まあ、オツの障害結果と言います。これを追っていると。はい。で、この前提で行くと、 オツの障害結果は公または兵の行為のいずれか一方だけによって形成されたことは明らかあここまで問題文の事情ですね問題文の前提ですねでいずれの欧田行為から形成されたものかが不明とここまでねここまでが前提ですでそうするとこの前提でいくと疑わしきは被告人の利益にの原則からいくとね公の欧田行為と乙の障害結果との因果関係を認定することは許されないしたがってですね あ、他方で、え、兵の横田行為が、ね、兵の単独犯となる限りは、オツの傷害結果を、公に帰席することはできないよね。え、従って、公がオツの傷害結果に関する刑事責任を負うというためには、兵の横田行為も、本権共謀に基づくものと認められることを要すると。まず、ここで全体の枠組みを取りました。いいよね。兵の横田行為が共同戦犯になるのかどうかって、ここがまず一つ目の問題ですよね。 共犯関係に基づいて奇跡されるものなのかと。はい。で、ここでですね、射程という言葉と解消という言葉。はい。この二つの言葉を使って、なこれ別項目にね、こう、それぞれ分けて論点組んでるっていうようなね、論述も見かけたんだけれども、問題はこの本件共謀に基づくものと認められるかという因果性の問題なので、えっ、ー、と、ちょっとそこの整理の仕方。えっ、ー、と、先のアスタリスク見ちゃいましょう。16ページ。 あごめんなさい15ページか15ページ、えー、共,謀共犯関係の解消という問題とね共謀の射程という問題ねこの関係について、えー、前者が問題となったのが参考判例12をつけておきましたが 当初の共犯関係が右の時点で解消したということはできず、その後の項の暴行も右の共謀に基づくものと認めるのが相当であると判事してますね。判例が。そうすると、判例はこの共犯関係の解消の問題をね、基づく実行というね、この要件。共謀と実行との因果性というね、えー、先ほどの練馬事件で言うと、防御をなし、よって犯罪を実行したよって、この3文字ですね。 ここの認定の問題に位置づけているということは、えー、明らかですねあの。だから共犯関係の解消という言葉はですね、最高裁使っているのでしかもその概念も明らかにしているのでこの言葉は答案上で用いて使っても問題ないと思いますこれに対して問題なのは射程ってこっちね えー、他方、後者の共謀の射程という概念は多義的であり、論者によって理解の仕方も一様ではないと。まあ、少なくともね、この射程という言葉は、この言葉を使って説明した、この言葉を使って判事したあ、最高裁レベルの判例は少なくともまだ出てません。ということなので、概念も論者によって一様ではないと。ね、使っている人によって意味内容が微妙に異なってたりするということなので、まだこう、 定まった明確な定義ができてないような言葉なんだと思います。なんとなくで使ってんだよね、みんな。だから、当案上で共謀の射程って言葉が出てくると、この人どういう意味でこの言葉を使ってんだろうっていうね、そこからこう探らないといけないと。なので、まあ結論としてはこの言葉は当案上ではあんまり使わない方がいいと思いますね。えー、というのが私の意見ですが、 えー、とにかく、まあ、一つの理解の仕方としてってことね。とりわけ、共謀による因果性が欠如する状況を共謀の射程が及ばない場合だと理解する場合はね、えー、これ両者基本的には共通の問題ということでしょ。えー、すなわち、共謀の射程というのは、実行行為者が、ね、えー、えー、っと、ごめんなさい、実行行為が、実行者による、別個独立の意思決定に基づいて行われたため、当初の因果、あ、共謀の因果性が及ばなくなると。 共謀とは無関係の実行となる状況を問題とするとこの別個の意思決定とこれが一応キーワードだよね共謀の射程論の中ではえすなわち当初共謀したんだけど実際に実行する際になってもう全然共謀とは無関係に別のやつと共謀してやったとかねえ全然別の意思決定でやってると当初の共謀と全然関係なくなっちゃってるとえこれが共謀の射程論が想定している代表的な典型的な事案なんですよ はい。えー、それに対して、共犯関係の解消というのは、実行者に与えた因果的影響が基本的にはなお継続している状況が前提となり、それが共謀者側、実行行為をしなかった側の積極的行為によって遮断されたか否かと。はい。この観点から因果性の有無を問題とすると。で、こう考えると結局、共謀の射程は実行者側の事情、別個の意思決定かという事情が重視され、えー、共犯関係の解消は共謀者側、 積極的行為で切断したかという事情が重視されることにはなるけど結局のところ検討している要件というのは共謀の因果性なわけでしょう共謀に基づく実行と言えるかとこの要件を検討しているとここが問題の所在だといわばスポットライトの当て方が違っているだけで同じ要件の検討にすぎないとえっとねここの理解は一つ出しておきました講義ノート一つの理解の仕方ね えー、共犯関係の解消という言葉は、これさっき見て、こっちは最高裁が使ってるから、ここはもう概念明確になってます。ただ、こっちは最高裁が使ってる言葉じゃないので、えー、論者によってまちまちというところ一つの理解の仕方としてはこれです。えー、すなわち、共謀に基づく実行と言えるかを問題とするときに、問題の仕方、スポットライトの当て方が二通りあってね、えー、兵の実行行為者側、こっちにスポットライトを当てると、こういう問題の枠になる、枠組みになるんですよね。 実行者による別個の意思決定により、兵の実行行為が共謀と無関係の実行と評価できるかどうかと。全く別個の意思決定に基づいて実行行為を行ったと。当初の共謀と無関係になったと言えるか。このスポットライトの当て方をして、この因果性を検討すると、共謀の射程論っていうふうに呼ばれることが多いです。それに対して共犯関係の解消というのは、今度はこっちにスポットライトを当てると。共謀者側。 え、この、こっちがね、え、この実行行為者に与えた影響を切断したか、遮断したかっていう形で見ていく。え、共謀者による積極的措置により、その後の兵の実行行為へ及ぼす共謀の因果性を遮断したというふうに評価できるのか、共謀者側の事情で見ていく。結局、スポットライトどっち側から見ていくかっていう違いはあるけれども、検討しているこの因果性という要件、これは同じだよと。 はい。これが一つの整理の仕方で。で、こう考えた場合は別個の論点にする必要ないってことね。この二つを。えー、だから、16ページに戻りますが、スタリスク。本問においても、公がオツの障害結果に関する刑事責任を負うか否かを検討するに際して、えー、共犯関係の解消が認められるか否か。まあ、あるいは共謀の射程が及ぶか否か。ね。こういう抽象的な問題提起をして、えー、公費の結論を論じるのみではなくてね。 えこれは共同正犯の要件のうちどの要件の問題なんだとどの要件の認定が問題となっているのかここを意識して論述することの方が重要だと思いますそうすると結局同じ要件の認定問題に修練するので別個に論じる必要はないとえその上でですねこの本件のようなえと2つ目のアスタリスク見てくださいこのえ共犯関係からの一方的排除ってこういう事情ね実行者側が排除したっていう事情ね これをどう見ていくかと。はい。えー、共犯関係の解消、あるいは共謀の射程。まあ、いずれの観点からも検討することは、だどっちからスポットライトを当てても検討はできると思いますが、ね。えー、すなわち今言ったように、共謀者が因果的影響を切断したと評価できるかっていう観点からいけば、これは解消の問題だし、実行者が別個の意思決定に基づいて実行したと評価すべきかという観点からいけば、これは射程の問題。 え、もっとも本問ではですね、論点ごとに論拠を示しつつ、ねえー、説明、反論ということが求められている。えー、だけど、まあ、先ほど言った理解に従えばね、えー、両問題とも、ね、何度も言うけど、共謀に基づく実行と言えるかどうか、あ、だから、ね、この要件認定の問題だから、ああ、まあ、ことさら別個の論点として取り上げる、取り上げて論じる必要はないでしょうと。えー、そして、この実行者、えー、実行者が暴行によって共謀者を失神させて、 えー、なお、暴行を継続、被害者に対する暴行を継続した。この事案ね、これ限界事例ですよね。えー、この因果性判断の限界事例、結論はどちらもあり得るんだと思います。これ実際、参考判例13と14つけておきました。これ同じ事案の、地裁と交際です。で、地裁の方はこういうふうに言ってんだよ。えー、参考判例13ね。 えー、共謀その実行行為によりもたらされた心理的、物理的な効果は残存しており、これを利用してなお犯行を継続する危険性があったことは明らかだと。したがって暴行によって被告人が気を失ったことをもって、被告人が共犯関係から離脱したとか、共犯関係が解消されたと解するのは相当ではなくと。いうことで、えー、障害結果、奇跡を肯定しているというのが地裁の認定だった。 これに対して、まあ、同じ事件の控訴審は、こういうふうに言ってます。えー、参考判例14ですけど、えー、共犯関係は被告人に対する暴行と、その結果失神した被告人の放置によって、一方的に解消され、その後の第二の暴行は、被告人の意思、関与を排除してなされたと。はい。ということで、失神後の暴行については、共犯関係に基づく奇跡を否定してますね。控訴審の方では。えー、結論が分かれていると。 まあ、ただ、控訴審もそこにただしで書いといたけど、えっ、ー、と、結局2 7条を適用して、障害結果の軌跡自体は肯定したけどね。はい。ということで、ここは限界事例でどちらの評価もあり得るんだろう、ということで、えっ、ー、と、答案見ておきますね。答案というか、まあ,あ、レジュメ見ておきますが。えっ、ー、と、まずだから、第1位は、えー 刑事責任を負わないという奇跡否定の立場からですね。12ページ。カッコ2のところを見ていきますけど、公、えー、の大田行為の後、公はあ兵のあまりの勢いに驚き兵に対して落ち着けと言い、ねえー、兵を潜めて暴行を終了させようとした。これに対し兵は暴行を提案した公から止められたことに立腹し、公、えー、の頭部を主権,で主権で殴ったところを転倒した公が頭部を路面に打ち付けて気絶と。 兵はそのことを認識つつしつつ、さらに、え兵の織田行為に及んでいると。え以上のように、孔が兵を制止する姿勢を示したことに加え、兵の織田行為が孔の気絶した状態下において行われていることからすれば、兵の織田行為は孔の存在によって何ら促進強化されていない、えが本件共謀によりもたらした、及ぼした、心理的な因果性は、もはや切断されたもの、というふうに評価できる。えまた、当初、孔は、 え、オツの態度に立腹したことから、え、ツを懲らしめようとして、本件共謀を遂げているよね。えー、うの大田行為の後、うは、ね、おが警察にばらすはずがないと考えていたのに対し、えっと、主観面、動機もちょっと食い違っているということを指摘しとくね。平はな、どういうふうに考えていたか。平は、え、ツに暴行を加えて警察に真相を話させないと約束、約束させようとして、暴行、さらなる暴行に及んでいるということですよね。え、だから、両大田行為の間には、動機において断絶があると。 食い違っているということを指摘しておきました。え、これらの事情からすると、公及び兵の間に形成された共犯関係は、公に対する暴行と、その結果失神した公の放置という兵自身の行動によって一方的に解消され、その後の兵の横田行為は、公の意思、関与を排除して、兵のみによってなされたものと解すべきだ。従って、兵の横田行為は本件共謀に基づくものとは認められない。こ、この結論を書いてね。 えー、要件を否定してくださいね、共謀に基づく実行という要件を必ず否定して、だから、帰責できないと、えー、以上より、こ、え、う、ー、はあ、オツの障害結果に関する責任を負わないと、はい、で先に、えー、と反論見ちゃおうか、えー、っと14ページで、これに対して、帰責肯定説からどういくか、えー、第2の1の括弧1ですね、ここ見てください。 やはりですね、共犯関係の解消に関しては、それなりにハードルは高いわけですよね。因果性を切断しなきゃいけない。除去しなきゃいけない。ですから、ここでちょっと基準を書いておきます。特定の犯罪が共謀された場合において、共謀に参加したものについて、その共犯関係が解消されたというためには、そのものが共謀を介して実行者に及ぼした因果的影響、物理的。 および心理的因果性。これを除去したと認められること。すなわち、他の共謀者が当初の共謀に基づいての実行行為を継続する客観的危険性を除去したと認められる必要があるよと。はい。そうするとですね、カッコ2番、当てはめ見ていくけど、確かに兵は公に対して気絶させてね、その後暴行から一方的に公を排除したと。 ということが言える。しかしながら、かかる事情は、ね、その時点以降に新たな因果的寄与は、ねえー、できないと。ね、もう、こうは気絶しちゃってるから、その時点以降は、こうは、ね、何ら関与できないという意味で、ねえー、新たな因果的寄与が生じ得ないということは言えるけれども、 そのことを意味しているだけであってね。そのことを意味しているに過ぎず、それ以前の関与が及ぼした、ね、孔が関与したことが及ぼした因果的影響が切断されたということまでは必ずしも意味しないでしょうと。えー、現に兵は、孔が自宅物置内から持ち出した木刀を凶器として用いて、えー、小田孔に及んでいると。そうすると、孔が使った武器をそのまま使ってやってんだから、えー、孔が及ぼした物理的因果性はなお残存していると言えるよね。 また、孔の大田行為により、ね、オツが、やめてくれないなら警察にばらしますよ、と言い出したことから、兵の暴行、動機、えー、ごめんなさい、兵の暴行の動機が発生強化されている。まあ、要は、孔の大田行為によって、えー、おがこんなことを言ったから、それで兵が、えー、怒っちゃったということで、繋がってるじゃないか、ということね。えー、兵の暴行の動機が発生強化されており、えー、孔の大田行為により形成された状況に基づいて、 兵が大田行為にに及んででいいるるという,ふうに評価できるよと、えー、以上の事情からすると、兵の大田行為は当初の公との共謀内容と連続した同期目的のもとになされている。上、えー、兵が公に対し暴行を加えて気絶させた段階においても、公との共謀、本件共謀、及びそれに基づく公の大田行為によりもたらされた心理的、物理的な効果は、なお、残存しており。 兵がこれを利用してなお犯行を継続する危険性は十分にあったでしょうと、えー。兵の暴行によって公が気絶したことをもって、兵が公との共犯関係、公との間の共犯関係から離脱したとかあ、公と兵との共犯関係が解消されたと解するのは相当ではないと。えー、っと、あごめんなさい、ここ逆かな。えー、っとね。 兵が公との間の共犯関係を開始、から離脱したとかって書いてあるけど、これ公と兵逆ですね。公が、公が兵との間の共犯関係、え、兵、兵との間の共犯関係から離脱したとか。え、正しくは。ちょっと訂正しといてください。公と兵が逆ですね。離脱したっていう見方をするのはあくまで公を主人公にした場合、公を主語にした場合ですね。公が兵との間の共犯関係から離脱したとか、 公と兵との共犯関係が解消されたと解するのは相当ではないというふうに言っておきますしたがって兵の横田行為も本件共謀に基づくものと認められるよろしいでしょうかはいで次の論点が最後えっ、ー、と207条ですねえっ、ー、と207条の議論についてはまた戻っていただいて13ページ えっと、奇跡否定説からしても、えっ、ーえー、と、13ページの2番のカッコ1ですね。なお、兵の横田行為が本件共謀に基づくものと認められない場合において、ね、この場合に以下の通り207条の適用により大津の障害結果を奇跡することは許されないよ、と。えっ、ー、と、207条の適用は因果性が否定されることが前提になるので、まずその位置づけをね、明確にしてね。 ですから、奇跡否定説からいくと、さらにこの点についても否定する立論を取得必要があるということですね。よろしいでしょうか。で、えー、っと、あそっか、先にこの論点整理しちゃいましょう、えー、っと16ページの最後のアスタリスク、見てください。 えー、共犯関係の解消を肯定して、えー、高校行為が共謀に基づかない単独暴行だと評価する。これが前提よ。この場合に、共謀に基づく先行行為、共同暴行との関係で、同時障害の特例の適用の可否が問題となるよと。いいですね。あの、高校暴行がですね、えー、っと、共謀に基づいてるんだったらもう207条関係ないからね。えー、これ否定された場合に、 えー、共謀に基づく実行ではないとなった場合に、そうすると、ね、第二暴行は完全に単独、兵の単独になるから、その兵の単独暴行と最初にやった共同暴行との間のこの関係で207条が問題になるんだよと。はい、これは共謀に基づかない先行行為、えー、先行暴行の後に、共謀加担した者との共謀に基づく後校行為。 共同暴行について、承継的共同正犯の成立を否定した場合と共通の問題構造だよと、これ、いいですか、えっ、ー、と、最後の、えー、講義ノート、207条って、本来的には、ねえー、両者単独犯、両者単独犯で意思連絡なく、同一機会に単独暴行をやったところ、ねえー、この傷害結果を発生させたのがどっちかわからないと、この場面で適用されるのが、本来的な適用場面ですよね。 でところが、ね、この2 0七条の適用場面で議論になる、ね、問題となる場面1、これ一つ目が、この象形的共同正犯が否定された場合で、これについては判例が、ね、あるんですよ、えー。下級審でも争われていた、えー、近次最高裁の判例が出たところです。すなわち、ね、これ、公が単独で先にやってたで、途中でオツが参加してきた、参加した後は共同暴行ですよね。公、オツ共同暴行。 で、ところが、参加後の共同暴行から怪我が発生したのか、参加前の項の単独暴行から怪我が発生したのか分かんない。この事案で2 0七条、まあ、象形的共同制犯が否定された場合ね、否定された場合に、じゃあ207条使えるのかって、こういう議論がありました。で、これはね、皆さん学習し、この論点自体は学習している人は多かった。と思います。で、これと全く同じ構造なんですよ、本文。本文っていうか。 えっと、この共犯関係が否定、えっ、ー、と、共犯関係の解消があ、肯定された。すなわち、共謀に基づく実行であることが否定された場合ね。同じでしょ当初は共同暴行として行ってたけど、途中で離脱したから、次は単独暴行になっちゃってる。その後は。こう戦後関係がこれと逆なだけで、問題の、問題構造は全く一緒。ですね。問題の所在は。ね、共犯関係に基づいて帰跡される共同暴行と、ね、 そうではない単独暴行との間で207条が適用できるのかっていうところね。はい。なので、えー、これについてですけれども、アスタリスク続けますが、えー、この象形的共同制判が否定された場合の適用の可否については、これ従来から鋭い対立があってですね、下級審裁判例においても、えー、それぞれ参考判例15。まあ、これ適用否定説ですね。 え、障害結果を生じさせた、行為者を特定できなくとも、少なくとも、公に対しては障害罪の在籍を問うことができるのであって、え、刑法の右特則の適用によって解消しなければならないような事態は生じない。著しい不合理は生じないと。はい、これが否定説です。参考判例15。え、207条があくまでね、障害結果を誰にも帰責できなくなっちゃう場合に発動する例外的な規範だよと。放棄だよと。 障害結果を軌跡できるものが誰か一人でも存在する場合は、これは適用の前提を書くんだ。こういう理解を前提とすると否定説になりますね。例外規定であれば、その適用範囲はできるだけ狭く、限定的にと。不合理な結論を回避するために、他に方策がないと。万策尽きた時の最後の取り出としての270。こういう位置づけになると。 はい。これに対して参考判例16ですね。これはね、えー、こう述べている。単独犯の暴行によって障害が生じたのか、共同戦犯の暴行によって障害が生じたのか、不明であるという点で、やはりその障害を生じさせたものを知ることができないとき、まあ、条文の要件に該当することに変わりはないでしょうと言って、適用を肯定した。はい。この承継的共同戦犯の問題1の場面ね、こっちは近似、えー、最高裁判例が出ました。 これ昨年だよね。令和2年だよね。えー、確か。なので、もう超直近の判例ということになるんだけれども、ねえー、最高裁判例が出て、まあ、決着ついたんですよね。えー、参考判例17か。で、適用肯定説に立つことを明らかにしました。まあ、これも読んでおいてください。 え、本問は、まあ、これ結論は両方の立場から書かなきゃいけないから、ね、えー、どっちの結論が妥当とかそういう議論はいいんだけど、この消去的共同制案が否定された場合の207条と、問題構造が共通してるって、ここに気づければ、ね、207条の問題設定ができただろうと、思います。えー、ちなみに、先ほどね、共犯関係の解消を肯定した控訴審の方、参考判例14ね。参考判例14。これさっきちょっと言ったけど、この参考判例14は結 結局207条で結局ね、えー、障害結果の奇跡は肯定しちゃってたからね。この判例知ってるとも207条にピン、すぐピンとくるんだろうけれども、まあこの判例知ってなかったとしても、この2つの構造の共通性に気づければ、207条の問題が次に出てくるということになるんですね。はい。で、じゃあ最後、この答案の論じ方だけ確認して終わりにしておきましょう。えっ、ー、と、まずだから奇跡否定説からいきますよ。13ページ。 えっと、否定説は先ほども言ったように、ね、一方に障害結果が軌跡されるので、これ不合理な事態は生じないでしょっていうことが、えー、否定説の根拠です。そこを述べていきましょう。13ページ見てください。えー、道場の規定は、ああ二人以上で暴行を加えた、加え、人を障害した場合において、障害を生じさせた後遺者を特定できない場合などに、共謀の立証ができない限り、後遺者のいずれに対しても障害の形跡を負わせることができなくなる。 そういう著しい不合理を、不合理が生じることに着目し、この不合理を解消するために特に設けられた例外規定だよと。しかるところ、公および兵の共謀に基づく公の横田行為、これ共同暴行でね、共同戦犯に引き続き、兵が単独で、共犯関係の解消を肯定してますから、単独で、兵の横田行為、単独犯に及んだ場合、おつの障害結果を生じさせた行為者を特定できなかったとしても、少なくとも兵に対しては、 オツの障害結果に関する刑事責任を問うことができるでしょう平和だって、ね、どっちで結果が発生したって平和責任多いじゃないかってそういうことねそうするとどう特則の適用によって解消しなければならないような著しい不合理は生じていませんしたがってこの場合にはどう特則の適用はない、えー、事故のオーダ行為とオツの障害結果との因果関係を認定し得ない項についてはオツの障害結果について帰責されない この結論が不当であるとは返されませんよと。以上より、こは、オツの障害結果に関する形跡に及追わない。これが否定説の論じ方。で、それに対して肯定説の論じ方はどうなるか。14ページの下のところ。え、カッ番。え、カリえ、2番ですね。え、2の括弧一1ですね。 仮に、こうの、あ、ごめんなさい、平のオーダ行為が本件共謀に基づくものと認められない場合であっても、いいかなこれ、あの、奇跡肯定の立場からは、因果性が否定された場合の予備的立論という位置づけだよね。え、だから前段で因果性も肯定してますからね。で、仮にこれが否定されたとしても、共謀に基づくものではないとしても、207条で行くよって、こういう位置づけになりますよ。えー、その場合であっても、以下の通り、15ページ、こうのオーダ行為。 の平のオ田行為について二百七条の適用により、えー、オーツの障害結果がこうに帰責される。肯、え、定、ー、説は、まあ条文に該当するんだっていうことが形式的な理由だよな。条文の趣旨が及ぶんだと、はい、それをどういうふうに論じるか。 15ページ見てください。過去に。道場の趣旨は、2人以上が暴行を加えた事案においては、生じた障害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとして、立証の困難を救済して、法益保護の徹底を図る点にあると。 はい。趣旨を書いておきました。で、そうだとすると、共同戦犯の暴行、及び単独犯の暴行、という一連の暴行により、えー、障害の結果が発生したことが明らかであるが、いずれの暴行によって生じたものであるかを確定することができない場合にも、一連の暴行が同一の機会に行われたものである限り、道場が適用されると返すべきだ。え、なぜなら、このような場合においても、共同戦犯の暴行によって障害が生じたのか、それとも単独犯の暴行によって障害が生じたのか、これが不明であるという点で、えー、なお、上記の趣旨が妥当し、 え、条文のね、その障害を生じさせたものを知ることができないとき、これに該当するじゃないか、ということですね。え、したるところ、兵の暴行、兵の横田行為は、甲の横田行為のわずか5分後に同一現場で行われてるから、両暴行が同一機会に行われたことは明らかです。あのね、これ、肯定説に立っても、この二つが同一機会に行われてるって、ここは要件だからね。いい。もともと、これ、単独暴行二つが同一機会に行われたときに適用する、同時犯の特例でしょ えだから、ね、これ、消、え、滅、ー、的共同制犯の場合もそうだけど、ねえー、この2つが、えー、同一機会に行われていると、いいですか、えー、だから、ここがあまりにも場所的、時間的に理覚したら、そもそも前提書きますからね、えー、同一機会に行われてると評価できる限り、207条でいけると、したがって、207条の適用により、公は事故の横断行為が、オツの傷害結果を生じさせていないことを立証しない限りは、あその傷害について責任を免れません。 というのが肯定説です。えー、以上よりこうは、おつの障害結果に関する刑事責任を負うんだと。はい、ということでかなり書き足で、えっと、解説してきました。えー、っと、非常に分量が多いので、もうとにかく第一優先は、最後まで書き切ることです。えー、途中答案、実質的な途中答案が相当数あると思われるのね。最後まで書き切った時間管理ができた、きちんとできたっていうだけで、ね、えー、かなりの部分はもう勝負が決まってるというふうに思われる。 こういうね、試験におけるこのタイムマネジメントというか、時間管理、ね。これはもうとにかく訓練あるのみにですね、あの教科書読んでたりとか、こういう講義を聞いてたりとかって、それだけでは絶対に身につかない力なので、ねえー、とにかく時間を区切って制限時間を設けて問題を解いて、ね、答案を書くと。この練習が不可欠ですね。この練習量が物を言うということでしょう。その上でですね、その上で本問は、まあ合格ラインとしてはですね、メインとなる論点、先ほどらい言ってるように、 えーまあ、兵の戦友の論点ですね、あと、オツの正反性の論点、この辺あとそのオツの認識の不一致について、えー、どういうふうに処理をしたか、この辺ですね、えー、この辺がきちんとできていれば、設問1は OK でしょう、設問2も、ね、因果性の点と、この207条の点で、えー、論点が設定できていて、肯定否定、いずれの立場からもお、論述がきちんとできているということであれば、あ合格点に十分に乗るというふうに思います。 あとは、ね、この解消とか、えー、射程とか、ね、そういう細かい議論はそこから先の話なんで、ね、こので因果性っていうこの問題意識の設定がちゃんとできている限りは別に言葉どっちでもいいだろうという,ふうに思いますので、はい、その辺が大体の合格ラインかなという,ふうに思われます、はい、じゃあですねちょっと時間が押しているので、えー、と刑法をここまでにして5分休憩にします、えー、前半の刑法はこれで終了にします、えー、5分間休憩にします はい、えー。じゃあ、後半、えー、刑事訴訟法の方の分析に行きます、えー。まず問題から確認していきましょう。第2問刑事訴訟法ですね。問題冊子の方が、えっ、ー、と、10ページから刑事訴訟法の問題になっていて、説問確認しておきますね。えっ、ー、と、11ページのところかな。えー、説問1、下線部丸お及び丸二の各差し押さえの適法性について、 具体的事実を適ししつつ論じなさいと。で、えー、次のページに、説問2ですね。説問には2つ問題がついていて、1番、下線部三丸三で証拠調べ請求された本件メモ一の証拠能力について具体的事実を適視しつつ論じなさいと。ただし本件メモ一が、おつ作成のものであることは証拠上認定できる。 で、次、二番目。え、仮に本件メモ1及びその記載と同一のデータが、同一内容のデータが、え、いずれも発見されず、他方で、こう方の前期捜索時に資料2の記載の通りの、お手書きのメモ、本件メモ2が、発見されたと。まあちょっと事案を変えて、前提を変えた上で、最終的に説問としてはこれですね。え、河川部丸四で、え、証拠調べ請求された本件メモ2の証拠能力について。 具体的事実を適ししつつ論じなさいと。ただし、本件メモ2が、こう作成のものであることは証拠上認定できると。さて、えっ、ー、と、まあ、全体の感想からですが、えっ、ー、とですね、係数法の方はですね、えー、問題の難易度、そして分量、ともに、極めて適切ですね。 えー、まあ、昨年はちょっと説問3つあって、えっ、ー、と、ちょっとね、分量高な印象だったけど、えっ、ー、と、適切な方向に修正されてきたと思います。えー、ま、その結果、最もオーソドックスな出題の形になってね、え、説問1が操作法、説問2が証拠法と。で、いずれも実質的には、だから、説問1で操作2つ聞いてて、え、説問2で証拠2つ聞いてるから、 え、まあ難易度的にも分量的にも2時間で十分処理できると。警報とは打って変わってという感じですね。しかもしっかりと差がつきます。こういう問題は。えー、端的に言って両問ですね。え、司法試験としてあるべき問題というのはこういう問題だと思います。まあ、それに比べて警報はという感じなんですけどね。はい。ということでした。なので、えっ、ー、と、これはしっかりね、検討しておきましょう。まず、質問1。 えっと、まず差し押さえの適法要件というのを第一位で書いておきました。あの、まあ、これレジュメなので冒頭でこう要件整理しておきましたけど、えー、答案上ではね、必ずしも冒頭で要件整理しておかなくてもあの、いいですけれども、あの、ただま、少なくとも抽象的にね、なんかこう関連性が要件となるとかな、んか抽象的に書いてもしょうがないので、必ず条文から、条文からその要件を導き出すと、こういう意識は重要ですよ。で、えー、まず要件まとめとくと、 ま、遡ると憲法まで行くんですよね。憲法から出発なんですよね。23ページ、十三ページです。えー、令状による捜索差し押さえには、実態要件としての正当な理由、手続き要件としての、捜索する場所及び押収する物を明示する令状。これが憲法35条1項の要請でしょ。で、ここ、これを受けて、刑訴法が要件化していると。えー、カッ1番。正当な理由については、差し押さえの理由と必要性ですね。差し押さえの理由については、 差し押さえ対象物が、証拠物または没収すべき物と資料するもの、222条1項、99条1項。いいですかこれが要件ですよ。すなわち、非疑事実と関連性を有する証拠であるということの概前性を言うと。他方、差し押さえの必要性については、218条1項、ねえー。犯罪の捜査をするについて必要があるとき、というふうに規定されています。 括弧に、手続き要件。えっと、する場所及び押収する物を明示する令状。これについては、差し押さえ許可上には差し,押さえる差し押さえるべき物を記載することが不可欠の要件となっていて、これが219条1項。一応確認をしておきますか。本件各差し押さえは、公、おつ及び指名負傷者が共謀の上、 えー、本件住居侵入強盗に及んだ旨の非疑事実で差し押さえるべき物を被害品と認められる現金、本件に関係ありと資料される名簿、マニュアル、メモ、名刺、パーソナルコンピューター及びその付属機器類、電磁的記録媒体、携帯電話機及びその付属の充電器とする差し押さえ許可状、まあ、本件例状と言いますが、まあ、この発布を受けてこれに基づいて行っていると。 まあそうすると対象を特定明示した適法な令状に基づいて執行されたと。こういうふうに言えるでしょう。まあ前提として令状の適法性一応確認しといたけど、まあ特に本文はここ問題ないので、当案上ではね、必ずしも厚く触れる必要はないでしょう。触れるとしてもまあ端的に、え令、ー、状適法ですよっていうだけでいいです。で、問題はそこから先ですね。え第2、えー、河川丸一の差し押さえの適法性と。差し押さえ丸一 <laughs> はい。 で、令状記載物件該当性関連性、えー、参考判例1位というふうに書いておきましたが、これアスタリスク一つ目見ておきましょう。24ページのアスタリスクです、えー。関連性の要件については、これ厳密に考えるとね、対象物が ①、丸一令状記載物件に類型的に該当すること、令、え、状、ー、記載物件該当性と ②、丸二被疑事実と関連性を有すること、まあ、関連性。 はい。これもいずれも充足する必要があると。ね、両者は厳密には別個の問題ですよと。まあ、例えばですね、そこに書いたように、事件の現場で発見された包丁が、令状記載のね、鍵括弧包丁、ね、これに類型的には該当してますよと。はい。その場合であっても、ね、その包丁がおよそ事件と無関係の全く関係ない包丁であれば、これ関連性は否定されるでしょう。ただですね、通常はですね、まあ、実務においても、 通常そうなんですけれども、えー、令状の差し押さえるべき物の表示には、大抵はね、この、本件と、本件に関連ありと資料されるって、このあ、えー、枕言葉が必ずついてるんですよ。えー、この趣旨の限定句がついているから、結局、丸一を検討することは、おのずから丸二の検討も含むと、いうことにはなるんだけどね。まあ、いずれも令状のね、この記載に該当するかという問題に収束させて検討することは可能なんだけれども、 えー、ただ、この丸一と丸二が別の問題だということは意識する必要があるということね。だから本問でも、ね、今年こ確か例上に令状に名詞って書いてあるじゃないかと。で、名詞差し押さえてるんでしょと。令状に書いてある名詞を差し押さえてるんだから、もうそれ OK じゃないかって、これだけじゃダメってことね。いいですね。それじゃ点がつかないよと。はい。まあ、本件の令状にもね、えー、この限定区、付されてるから、本件に関連ありと資料されるって、ここをちゃんと認定しなきゃダメですよと。 で、関連性の範囲については、これ参考判例1をつけておきましたが、こういうふうに言ってます。被疑事実に関するものであれば、いわゆる在体に関する直接証拠だけでなく、状況証拠や、本件犯罪の上場に関する証拠であってもよく、また捜査機関がもっぱら別罪の証拠に利用する目的で差し押さえるのでない限り、それが同時に他の犯罪の証拠物に該当するものであっても差し支えない。 まあこれ、講談はいわゆる別件捜索者詳細の問題ですけど、まあ要は何が言いたいかというと、判例がこういうふうに述べているように、関連性が認められる範囲、証拠の範囲というのは、実務においては極めて広いです。はい。まあそれを踏まえつつ、この関連性をきちんと認定できるかがポイントでしょう。23ページ戻りましょう。 えまず、カッコ1。例状、該当性はいいよね。例状記載物件該当性はいいでしょう。平、えー、組の幹部、定の名刺1枚。本件名刺は、本件例状記載物件である鍵カッ名刺に当たると。もうこれは1行で認定できるので。で問題は次ですよね。関連性。カッコ2番。で、この関連性の要件の論じ方ですけど、論じ方というか、要件の出し方、導き方ですけど、あの、関連性っていうこの言葉自体は、条文どこ見ても出てきませんからね。 えー、条文から直接にこの要件出てこないから、必ず何かの条文の解釈としてこの要件を導き出すと。これさっきも言ったけど。えー、それが大事です。えー、ここでは十九条、222条1項の順用する99条1項。えー、鍵括弧証拠物。この解釈ですね。えー、この証拠物の解釈として導く。まあ、これ一般的です、これが。えー、一応ね、えー、論じておきます。鍵括弧証拠物とは、 非疑事実と関連性を有する証拠物というのことを言うんだよと。で、この関連性というのは、被疑事実に関するものであれば、いわゆる在体に関する直接証拠だけでなく、状況証拠や、あるいは情状に関する証拠も含まれるよと。はい。これを、だから関連性の要件をきちんと条文から導き出していた上で、当てはめ、24ページ。 え、上記の通り、本件被疑事実は、公、オツ及び指名負傷者の共謀による住居侵入強盗事件ですね。で、同事実の権疑により通常逮捕された公はあ、事故が本件事,本件事件の実行行為を行ったこと、これは自白してるんですね。でその上で、本件事件をオツの指示で行ったと。で、部位からダッシュした500万円をオツに全額手渡したと。 そして、コウエル・オツのみが出入りする A ビル21号室、十一号室を犯行の拠点としていた、アジトとしていたと。こういうふうに言ってますね。そして、オツの背後には指定暴力団である兵組がいて、オツはその幹部に犯行で得た,犯行で得た金の一部を貢いでいるということを供述していると。はい。 え、かかる孔の供述からすれば、本件被疑事実における、氏名不傷者ですね、共謀相手。これが、平組幹部であることが疑われる状況にあると。そうすると、乙つ名義で借りていることが判明した、A ビル A、A ビル21号室から、あ発見された本件名詞というのは、平組幹部である、て、と、乙との関わり合いを示す証拠物ですから、本件の、本件事件の在体である、共謀の存在。えー、まあ、具体的には、共謀の相手、 ですよね、指名負傷者が誰であるのか、はい、ここを示す重要な証拠となりうるものですとこういう形で関連性を導いておきましたさら、えーまあ、に言うとねまた本件被害金の一部がオツを介して弊組に流入しているとこのような犯罪収益が弊組の活動資金となっていたこれが疑われる状況にあるということからすると えー、上記の通り、本件事件への閉組の関与を示す本件名詞というのはあ、本件事件の組織的背景や、おつの動機、まあこれらを明らかにする、えー、解明するのに必要な証拠である、とも言えるから、えー、上場の証拠とも言えるよね、えー。本件非議事実の重要な上場事情、えー、まあ繁盛に関わるようなあ、重要な上場事情に関する証拠とも言えるでしょう。 はい。以上より本件名詞は、非疑事実と関連性を有する鍵括弧証拠物と認められ、えー、本件に関連ありと資料されるっていう、このね、令状記載のこの関連ありと資料される、ここに該当すると。そういう名詞に当たるよと。えー、本件に関連ありと資料される名詞だよということね。よろしいでしょうか。で、一つ注意点。えー、っと、この、 要は、弊組の関与が疑われるとか、えー、とその活動資金となっていることが疑われるとか、この辺の疑いは全部、公の供述から生じてますよね、公の捜査段階での取り調べの供述を契機として、そういう疑いが生じていますところが、この公の供述は、供述調書にはなってないよね、いいですか、えー、公は、ね、供述調書の作成は拒否しましたよね、この、おつの関与とか、弊組の関与に関する供述部分は。 はい。で、ここでね、こうの供述が証拠化されていないということなんですが、このことは、ねえー、ここでは問題とならないですね。えー、ここでやってるのは証拠に基づく事実認定をやってる場面ではないので、これ極端な話、匿名の垂れ込みかなんかでもそういう疑いが生じれば、ね、それをもとに捜査を進めるっていうことはあり得るわけで、えー、てかむしろこれ、こうがちゃんと供述証書,書作らないから、ねえー、作成しないからあ、しっかり証拠化されてないのでね、 えー、だからもう他の証拠を取らなきゃいけないと、えー、その他の証拠を集めなきゃいけないそうしないとオツを立件できないってそういう場面そういう場面設定ですよね、えー、とちなみにここが説問2との違いで説問2はですねまさしく証拠法の領域からの問題で、えー、と証拠に基づく事実認定をする場面の問題だからね、えー、公の捜査段階での供述が証拠になっていない以上はそれを前提にはできないよと ここが説問2の検討の前提になるので、ここはちょっと説問2と違いますからね。えー、説問2の方はですね、う、えー、の、えー、操作段階での供述内容があ立証できないということを前提に検討しなきゃいけないからね。これ後ほどまた説明しますけど。はい。ということでした。で、次、えー、と2番、えーと、必要性の方ですね。必要性相当性というこちらです。で、ここも先に、えー、アスタリスクで解説しときます。25ページの米印見とき。 見てください。えっ、ー、と、差し押さえの必要性の要件については、えっ、ー、とね、これは単に必要がある、操作の必要があるという意味じゃないということね、えー。差し押さえの理由の存在を前提として、差し押さえにより生じる権利利益の侵害、不利益の程度について、比較考慮をした上で判断される要件であり、相当性を含む概念であると。 ま、端的にだから、差し押さえの相当性って表現している場合もありますね。えー、本によっては。差し押さえの相当性の要件っていうふうに表記する場合もあります。えー、すなわち、先ほどのこの218条1項のさ、えー、犯罪の捜査をするについて必要があるときというのは、ね、えー、任意捜査で当該捜査目的を達成し得る場合は、強制捜査によるべきではない。まあ、これ、捜査比例の原則です。えー、これを条文上明らかにしているもので、 この意味においての強制処分の必要性。これが要件なんだ。強制処分の必要性ってのはすなわち、任意処分ではなくて強制処分として行う必要性って意味ね。任意処分では目的達成できない。強制処分として行う必要があると。他方でですね、捜索差し押さえという対物処分は未だ証拠が十分に収集されていない捜査の初期段階に行われることが予定されている。 そうすると、この段階で厳格な必要性を要求するということは、捜査機関に困難を強いて、捜査の実効性を害する場合があるのみならず、ま、えってですね、取り調べ、えぇ、供述証拠の獲得、はい、これを中心とする自白返調の捜査のあり方につながるという弊害をもたらす、そういう恐れもあるから、したがって、この必要性についてはですね、ま、裁判所に審査権があることを前提としてもですね、それは消極的要件に過ぎないというふうに整理されます。 そういう位置づけです。まあ言い方変えると必要性の判断については捜査機関の判断が優先するということですね。したがって通常は関連性が肯定される証拠物については必要性も肯定されると普通はね。というのが通常です。えー、参考判例2をつけておきました。えー、なんて述べてるかというと、まあ、そこに引用しといたけど犯罪の対応、刑庁、 おぉ、差し押さえ物の証拠としての価値、重要性、差し押さえ物が隠滅、既損される恐れの有無、差し押さえによって受ける、非差し押さえ者の不利益の程度、その他の諸般の事情に照らし、明らかに差し押さえの必要がないと認められるとき。この表現ね、明らかに必要がないときだけえ弾かれるんだよと。原則は必要ありなんだよと。明らかに必要でない と言えるような特段の事情があるかどうかを検討するんだよと。そういう要件です。よろしいですか,か関連性がある、あれば基本的には必要性もあるわけですねで。そこは否定されるような特段の事情。明らかに必要がないだろうって言えるような特段の事情があるかと。はい。そういう要件です、そもそも。はい。だからですね、まあ、うまあ、そういうイメージをちゃんと持っといてほしいんですけど、んか当案上でもですね、その例外的な要件に該当する事情がない限りはほとんど問題にならない要件だということね。 ま、一応認定しておきます。24ページ。えっ、ー、と、ここもだから解釈で、えー、解釈は出しておきますよ。必要性について。えー、差し押さえ、え、対象物が証拠物に該当する場合であっても、犯罪の対応、継承、差し押さえ物の証拠物としての価値、重要性、えー、差し押さえ物が、えー、隠滅、既存される恐れの有無。 差し押さえによって受ける不利益の程度。まあ、この辺は先ほどの参考判例にと同じ、そのまま引用しといたけどね。え、これらの事情に照らし、明らかに差し押さえの必要がないと認められるときに、当該差し押さえ対象物を差し押さえることは許されないと。いいですね。しかるところ、まあ、当てはめは簡潔に、簡単に。えー、上記事件が500万円もの多,多額の被害を生じさせた、住居侵入強盗という重大事件であり、 上記の通り、本件名刺が、本件の在体、そして、繁盛、上場の立証にとって、重要な証拠であるという一方で、名刺というのは、極めて証拠隠滅が容易。しかも、その財産的価値も大して高くない。ということを考慮すれば、本件名刺明らかに差し押さえの必要がない。とは言えないよね。ということですね。以上より、犯罪の捜査をするについて必要があるときの要件に当たります。よろしいでしょうか。 以上より、差し押さえ丸1は適法である。これ結論。で次、河、え、川、ー、部丸2の差し押さえですね。第2のところを見てください。で、同じように検討していきます。まず、冷、え、蔵、ー、記載物件該当性、そして関連性。え括弧1番。該当性はまあいいですね。白色 USB メモリ1本、黒色,色 USB メモリ1本。 まあ、以下本件各 USB と言いますけど、はい、令状記載物件である電磁的記録媒体、えー、電的記録媒体に該当すると。これはいいよね。問題は関連性と。ここですね。えー、上述の通り、令状による差し押さえを行い得るのは、当該対象物が非事実と関連性を有する証拠物である場合に限られる。 えー、記録媒体を差し押さえる際には、捜査機関は原則として当該媒体に記録された情報の内容が、非事実に関連することをその場で確認しなければいけない。もっとも、P らは本件各 USB について、えー、いずれもその内容をその場で確認することなく差し押さえているため、このような電磁的記録媒体について、その内容を確認することなく差し押さえることが許されるのかが問題となりますと。 えっとね、ちょっと問題提起の仕方、問題の所在をどう把握するかなんですけど、えっと26ページのその米印見てください。え、いわゆる包括的差し押さえの可否という問題。で、これは通常はですね、多量の電磁的記録媒体について、捜索現場で関連性のあるものとないものに選別することなく、一括して差し押さえると。 大量のものを差し押さえるとてこういう場面を想定しています。だから包括的ってこういう表現を使うんだけれども。参考判例4がまあこういう言い方をしてるんだよね。その場に存在するフロッピーディスクの一部に非疑事実に関連する記載が含まれていると。と疑うに足りる合理的な理由がある場合に、一定の条件の下で全部のフロッピーディスクを包括的に差し押さえることもやむを得ない。こういうふうに言ってます。まさしくね。 えー、この問題意識っていうのは要するに、ね、差し押さえたものの中には関連性のあるものとないものが混在していると。関連性のないものも含めて包括的に差し押さえていると。こういう問題の捉え方を前提としてるんだよね。ところが、これに対しては、えー、参考判例,、まえー、例3ですね。こちらは、ねえー、どういうふうに言ってるかというとですね、対象となる記録媒体の中に、 非疑事実に関する情報が記録されている外然性が認められる限り、当該記録媒体全てについて関連性を肯定する趣旨だというふうに理解されています。えすなわちここでの問題は実はですね、だから対象がたくさんあるかどうかという問題じゃないんだよね。えー、関連性が必ずしも明らかではない記録媒体について、その場で内容の確認が困難な場合に、 関連性のないものとあるものね、ないものも含めて包括的に差し押さえられるかっていう問題ではなくて、えー、対象物の個数を問わず、たとえば1個であったとしても、ねそこ、その場で内容を確認しないで持ってっていいか、そういう問題なんですよね。よろしいでしょうか。えー、参考判例3の方は、ね、結局差し押さえたものすべてに関連性を肯定する趣旨だから、一定の要件のもと、そのレベルの確認で OK だよと。もう全部について関連性を肯定していいよと。 そういう趣旨を述べているんだろうと思います。だからまあ、えー、先ほど言ったような、えっ、ー、と、26ページの、まあ、上から2行目の、ね、こう内容を確認することなく差し押さえることが許されるかと。えー、こういう問題提起にしておきました。で、この論点自体はまあ有名だからもう皆さんね、えー、受験生は、ね、多くの受験生はもう事前準備していたと思いますので、一応確認だけね、しておきますけど、まあ前提としてね、 えー、情報そのものを差し押さえるってできないでしょ証拠物に該当しないから。だから当然この情報を取りたいっていう操作活動はその記録媒体に向かうことになるわけだけれども、じゃあ記録媒体ってその記録媒体を見るだけでは、ね、USB をね、外から見るだけではそこに何が入っていか全くわかんない。えー、ですから、ね、これ内容を確認しないで差し押さえられるのかっていう形で問題になってくるよと。で、原則としては包括的に差し押さえることはできませんと。特定性が要求された趣旨。 え、これ先ほどね、憲法35条から出発して、え、この趣旨からするとね、え、その確認しないで全部差し押さえるなんてできないでしょうというのが、ま、原則論。え、ところが、ま、判例が例外を立てたということだよね。例外の事情を立てた。え、関連する情報が含まれている外然性があって、え、情報損壊の危険性がある場合には OK だと。いいよね。それ自体、過読性、可視性がない記録媒体については、 そもそもその場で内容確認が困難だしそれをやろうとすると証拠隠滅の危険性があってしかもそれが非常に容易とスイッチ一つ押すだけで全部情報を消し飛ばすことができるということですね、はいまあ、一応だから一定の要件のもと、ね、差し押さえが OK だよとしているのが判例の立場だ ここまでよろしいでしょうか。で、えっ、ー、と、そしたら、えー、と、レジュメ戻っていただいて26ページですね。えー、参考判例3を参考にしながら、規範を立てておきました、えー。差し押さえについての正当な理由の損否は、捜査の必要性と被処分者の利益との比較考慮に基づいて判断すべきであるから、差し押さえに要求される関連性の程度は、 令状執行の際の具体的状況により、その場で内容を確認することの困難性や、その弊害の大きさと相関的に判断されるべき。ちょっとね、ここをちょっとチェック入れてください。この、この見解というか、この考え方を前提として導きます。規範を。これを前提とするとね、こういう考え方を前提とすると、 そうだとすれば令状により差し押さえようとする電磁的記録媒体の中に非技事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合においてそのような情報が実際に記録されているかをその場で確認したのでは記録された情報を損壊される危険がある時は内容を確認することなしに記録媒体を差し押さえることが許されると要求される関連性の程度が一定の事情をね 具体的事情のもとにおいて要求される関連性の程度が低くなると相関的に判断するんだとだからその場で確認してるするのが適当ではないとそれをやっちゃうと証拠が壊れ証拠隠滅される危険があるとこういう事情がある場合には要求される関連性の程度が低下するとその結果該前性があればいいと関連する情報が含まれてるだろうという該前性がその状況から認められるんだったらじゃあ全部持ってっちゃっていいよと はい。で、えー、これを前提に検討すると本件はどうなるでしょうかあ、えー、こうが、アジトには強盗のターゲットになる人の氏名と電話番号の入った名簿データが保存されている USB メモリーがあります。その名簿には V さんの氏名と電話番号もあるのではないかと思います。と供述していたことからすると、 え、犯行の拠点であったとされる捜索現場から発見された本件各 USB には、V 及びその他の被害者の個人情報等が記録されている可能性が高いと。はい、これが外然性の認定ね。そこにどんな情報が入っている可能性が高かったかという外然性の認定です。ある情報が記録されている可能性が高いという認定。え、他方で、え、それが関連するという関連性の認定も必要だよね。 他方、かかる記録は、あ本件事件があ常習的犯行の一環として刊行されたことを示す証拠となる。なりうるとともに、そのような情報が記録された媒体が、おつ名義で借りている室内から発見されたという事実は、本件被疑事実についてのおつの関与を示す。おつとの共謀を示すという重要な証拠となるものであると。 この辺が関連性。だから関連する情報だよっていうことと、その情報が入っている可能性が高いよという該前性。これを認定するってことね。したがって、本件各 USB にはあ、非事実に関する情報が記録されている該前性が認められると。はい。で、えー、じゃあ,あ、情報損壊の危険性についてはどうか。27ページ。 他方、創作に立ち会ったオツは、本件各 USB が発見された際、ピーラに対し、パスワードは全部222に2222か、22 22にしていますから、<laughs> この場で確認してください、というふうに申し出ている。一方で、こうは USB にかけられたパスワードは8桁の数字だ、と供述していた。そうすると、パスワードの桁数に関して、両者の供述矛盾してますね。はい。 そうすると少なくとも一方の供述は虚偽であることが疑われるところ、捜索現場において、ピーラが直ちにオツの供述の信用性を吟味判断することは困難であると。しかも、コうはパスワードについて一度でも、一度でも間違えると初期化されてしまいますとも供述していたから、捜索現場でピーラが誤ったパスワードをね、一度でも入力すれば、本件各 USB に記録された情報が消失するという可能性があったと。このような状況においては、 捜索現場においてピーラが本件各 USB の内容を確認する措置を講じようとすれば、そこに記録された情報が損壊される危険があったと認められる。あの、この部分の論じ方について、えっとね、オ t が虚偽の説明をしていると。ね、オ t が,がパスワード嘘ついて情報を損壊しようとしているというふうに論じている答案が結構多かった印象ですけど、ただまあ、よくよく考えてみると、 ですまあ、それでもいいですけどね。それでもいいんだけど、よくよく考えてみると、別にこうの方が嘘ついてるかもしんないわけで、どっちが嘘かわかんないわけです。ここでの問題は、オツが嘘ついてる可能性があるからというよりは、ね、え、こうとオツの供述を、信用性をその場で判断できないからと。そういう話ですよね。はい、ここでも、その供述のね、信用性判断して事実認定しようとしてる場面じゃないので、ね。 えー、ここでの問題の確信というのは、ね、こうが、えー、ごめんなさい、オツが嘘つきかと、現場で嘘をついたかということではなくてね、こ、え、う、ー、とオツ、どちらが嘘か、その場では判断できないよねと。えー、むしろそれを現場で確認しようとすると、ね、情報が消えてしまう可能性があったよねと。そういう状況である以上はその場で確認するのは適当ではないと。この判断が合理的だというね、えー、そこが問題の確信なわけです。 えー、おつがそういう隠滅的な行為をしてるってことを積極的に認定するところまではね、必ずしも必要じゃないと思います。はい。まあ、そこはいいですけどね。で、えー、結論。以上の事情からすれば、あ、まあ、これ結果的にあれだよね。でもパスワードは実際8桁で、オツは嘘ついてたってのは、事後的には判明してますけどね。やっぱりオツ嘘つきだと。こういうふうには、ね、えー、なりましたけれども。ただ、その現場の状況としては、どっちが嘘ついてるかは判断できないよね。っていうことの方が重要かなと思います。 はい。で、以上の事情からすれば、本件各 USB については、捜索現場でその内容を確認することなく差し押さえた上で、事後に内容を確認し、本件被疑事実と関する情報が記録されていないことが明らかとなったものについては、直ちに還付ですね。還付222条1項、123条1ね、これを行うと。こういう措置を講ずることが許されるというべきであると。 ちなみに、なおで書き,書き足しといたけど、ピーラは本件差し押さえの翌日に、ねえー、各 USB についてその内容を確認し、ね白い、白色 USB メモリについては未使用であるということが判明したから、ね、これは同日中にオツに還付しているということで、まあ、事後の手続きにも違法な点はないと一応確認しておきました。あの、還付っていうのは、これ、 継続の適法性には影響する事情なのですなわち留置の必要がなくなったのに還付しないでずっと占有を継続していると留置し続けているとその場合は違法となるその留置が違法となるということはあるんですがただ還付しなかった場合にね遡って占有取得処分が違法となるというわけではないだろうと考えられるのでまあ差し押さえそのものの適否で検討する事情ではないのかなとこの還付っていう事情はね。 まあ、いずれにしろ、まあ、本問は還付してるから、別に問題ないと、ね。あまり議論の実益はないけどね。この還付していることが、そもそもの占有取得の適法要件になるというような位置づけにはならないだろうと思います。はい。で、えー、ところでということなんですが、27ページの下のアスタリスク。 えー、捜索現場で内容の確認が困難な電磁的記録媒体の関連性についてですが、えー、判例はその場で確認していたのでは、あ情報を損壊される危険があるとかね。えー、参考判例3ですね。あるいは、非応酬者側から、財所隠滅をされる恐れがある。うー、まあ、判例4。まあ、こういう事情が認められる状況において、えー、非事実に関する情報が、 記録されている外然性、あるいは非議事実に関連する記載が含まれていると疑うに足りる合理的理由と、まあ、こういう言い方ですが、それをもって関連性を肯定すると、そういう法理を展開するものであると理解されている。はい。さっきちょっと言いましたけど、結局、こういう事情があった、丸二という事情があった場合には、関連性の要件は関連する外然性というレベルまで緩和されると、そういうような理論だろうと。 えすなわちこれらの判例は差し押さえに要求される関連性の程度というのが個別具体的な操作の必要性と対象者の不利益との比較考慮により変動しぶるんだという理解を前提としているんだよね。情報損壊の危険があるという具体的状況の下で関連性の要件が緩和されるという理解、関連する外然性で足りると。 はい。こういう見解を採用したものだと、え、返されています。まあ、関連性変動説というふうにね、言われますけど。だから、ま、必要性が高い、あるいは、そういう必要性を基礎づける特殊な事情がある場合には、関連性の要件は低下すると。程度は低下すると。え、相関的に判断するんだよと。えー、こういう、このような判例の立場に対しては、 いやいや関連性の有無っていうのはあくまでさ関連性っていうのはすなわち非議事実の立証に役立つか否かという対象物の性質の問題でしょそのような対象物の性質すなわち証明手段としての性質が現場の状況によって変化するわけないじゃないということねえ現場のねえ状況によって必要性があるかないかこの状況によってえ証拠物としての性質が変化するという事態は観念できないでしょう だから、個別具体的な利益考慮によって要求される関連性の程度が変動するという、この解釈論、これ無理だよと。はい、こういう批判があります。そこで、捜索現場での一時的な占有取得は、これは差し押さえそのものではないんだと。そうではなくて、捜索差し押さえに必要な処分であるというふうに解釈する見解。28ページいきますけど。 ま、必要な処分として許容され、されうるものに過ぎないと解する見解もありますと。必要な処分説ですね。えー、この見解によれば、捜査機関は、捜索現場での必要な処分として対象物を現場から持ち出して、えー、警察署等へ移動させた上でその内容を確認し、関連性があると判断されたものについては正式に差し押さえの手続きをする。えー、そうでないものは直ちに返却すると。これ返却ですからね。還付じゃないからね。 還いい付というのはさっきも言ったけど、応酬を前提とする法的手続きですから、ね、返却というのは、ただ単に法的な手続きじゃなくて、事実上やってるって、そういう意味ですよ、事実上の措置として返す、はい、こういうふうにえ行うべきなんだっていうね、こういう措置として講じるべきなんだという考え方、えー、最もですも、ね、必要な処分説に対しては、ね、差し押さえというのはまさしく占有取得のことを言うでしょうと。 えー、一時的にでも占有取得する行為を必要な処分に含めるっていうのは、これは無理だよ。分離上無理じゃないのと。必要な処分説はいわば、占有取得のための必要な処分として占有を取得するというふうに述べてるに等しいわけですよね。これちょっと無理なんじゃないのと、ね。そういう解釈は。というのもあるというね、指摘もあるし、えー、より実質的に考えると、占有取得を差し押さえと評価しないとね、むしろ弊害も生じるということだよね。 えー、その事故の内容確認の手続きとかね、差し押さえそのものの執行の手続きの際に、非処分者の立ち会いが保障されていないという点やね、えー、あるいは占有取得時点で、押収品目録、あの必ず押収した際は、その場で目録を交付するっていうのが法廷の手続きになってますよね、差し押さえの場合は。ところが、持ち出した時点では目録も、目録は交付されないわけじゃないですか、この必要な処分説に立つと。 はい、でしかも、その必要な処分に対しては独立の不服申し立ての手段も法定されていないから、やはりこれはです、ね、むしろ非処分者の権利保障にむしろ欠けると、弊害が大きいとういう指摘もあると。ということを言っておきます。でなおですけど 質問については、今、だから一応この論点に対する解説として、今言ったのはここの部分ですが、現場からの持ち出しの性質については2つの見解があってね、関連性要件を緩和した上で差し押さえをするんだ、現場で差し押さえをするんだという考え方と、これは判例の理解と言われています、もう1つは必要な処分として持ち出して、関連性確認した後に差し押さえそのものは、差し押さえの本体はその後にやるんだという説明の仕方、これが2つの考え方がありますが、 え、本問については、ええー、どうか。下線部丸お及び丸二の操作が、いずれも差し押さえであるということは問題文の事例中に明記されてるよね。だから、これをですね、この持ち出しが必要な処分として行われたと評価する余地は基本的にはない。ということでいいと思います。ええー、いいよね。問題文で、問題文見るけど、 差し押さえっていうふうに言ってますからね。河川部丸一差し押さえた。まぁ、丸1はいいのか、丸二差し押さえたと。でしかも、ねえー、さらに言うと、そのさら,さらに先、えー、次の日に内容を確認した上で、白色 USB については、ね、これ、未使用だっていうことで、戻してるけど、その戻す手続きは返却じゃなくて、還付ですよね。還付したって書いてありますねここね。 何度還付というのは差し押さえを前提とする押収品を前提とする手続きですからね法定手続きですからね。となると、ですね、うん、これは本問についてはこの持ち出し行為を必要な処分だって読み替えて検討するってことは基本的に想定されてないという理解になるんだと思います。よろしいでしょうか、まあ、そこにも書いたけど、ねえーまあ、今言ったように還付、白色,色 USB については還付って書いてあるから。 還付、えー、は押収物を前提とする手続きですね、123条1項3、まあだから必要な処分説から検討するとなると、結局のところですね、下線部丸二の差し押さえは関連性の要件を満たさないと、えー、対象物に関連性のないものが含まれているということだから、違法というふうに評価せざるを得ないんでしょうね、必要な処分説に立つんだとすると。 ただまあ,あ、その証拠法の領域で違法収集証拠排除法則を適用する場面ではね、その違法性の程度としてはね、重大な違法とは言えないと。必要な処分としてであれば、あ適法に持ち出せたんだから、ねえー、それを手続き間違って差し押さえちゃったけど、だから違法だけど、まあ、重大な違法とまでは言えないだろうっていうことでいいと思いますが、いずれにしろ違法とならざるを得ないんだと思います。必要な処分説に立つとね。 ただ必要な処分、必要な処分だと読み替えた上で適法だという検討はそれは想定されていないんだと思われますいい、この持ち出し行為を必要な処分として行ったんだという前提で検討することは想定されていないと思います差し押さえだという前提で判例の見解に立てば適法にする余地があると必要,な必要な処分説からいくと違法とせざるを得ないとそういう問題なのかなという,ふうに思いますね。 はい。で、28ページ。必要性相当性はいいでしょう。まあ、ここは簡単に認定してください。いね、かん、えっと、US、本件各 USB に記録されている外然性のある情報。はい。まあ、この証拠としての重要性に鑑みれば、ね、差し押さえに伴って、本件被疑事実と無関係の情報も含めて包括的にね、捜査機関に取得されうるオツの不利益を考慮しても、それでもなお、明らかに、 差し押さえの必要がないとは言えない。従って、犯罪の捜査をするについて必要があるときに該当するよと。従って2、捜査丸に、差し押さえ丸二は適法であると。こういう結論にしておきました。はい。ここまでが証拠法ですね。あ、ごめんなさい。捜査法ですね。で、説問に、次が証拠法で、えー、説問には伝文法則の問題でした。で、まず伝文の意義について、 で、えー、と28ページの下のところにちょっとレジュメっぽくここから先は書いておいたけれども伝文の意義についてまず確認をしてねえっ、ー、と28ページちょっとこれは画面に映しますかねはいここね で、えっ、ー、と、お手元のレジュメは、えっ、ー、と、アスタリスクちょっと見てほしいんですが、三えっ、ー、と、29ページのおーアスタリスク中で、えー、説明をしてます。えー、伝聞証拠の意義については、出題趣旨によるとね、えー、例えば平成20年、W が近く記憶してノートに記載した事実の真実性を前提とするから伝聞証拠であると。まあ、こういうふうになってますね。あるいは平成23年、 同メールは B が近く記憶し表現した内容たる事実が要所事実となり、その真実性を証明しようとするものであるから伝聞証拠に該当する。はい。で、まあ、判例においても、判例5と6を出しときました。え、こういうふうに言ってます。判例5。伝聞法則とは、その、おぉ、教内容の真実性の、おぉ、えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、その教述内容の真実性の証明のお、証明に供する場合。すなわち、 現教術者の直接に知覚した事実が幼少事実である場合にのみ、これを証拠として使用することができないことを意味すると。いいですね。同様に判例6は、こういうふうに言ってます。およそ教術とは心理的過程を経た特定の事項に関する言語的表現であり、その後、表意者の知覚記憶の心理的過程を経た過去の体験的事実の場合と、 右のような知覚記憶の過程を伴わない表現助術のみが問題となるところの表意者の表意時における精神状態に関する供述の場合とがあって、まあ、後者の場合には伝聞法則の適用がないと。したがってですね、まあ、これらの出題趣旨とか判例を踏まえると、ね、結局、伝聞該当性の問題って何を検討するのかというと、え当該訴訟における争点、及び証拠構造を分析、把握した上で、えー、その先です。 そこ、えー、当該証拠が、要証事実を、現教述者の直接体験した事実、えすなわち、現教述者が、知覚、記憶、表現した内容、これを要証事実とする場合か否かを検討すると。そういうことですね。いいですかだから、えー、と、こういうふうに定義してあります。えー、要証事実、まあ、証拠により証明すべき事実を直接体験したもの、の後半記述外における供述。 ま、これを現供述と言いますけれども、はい。これを内容とする証拠、教術証拠、まあ、書面の場合、あるいは後半供述の場合もありますけれども、供述証拠であって、で、この丸二が重要ですね。現供述の内容、すなわち、現供述者が直接体験した事実、現供述者が知覚記憶表現した事実、これの証明のように供される証拠、これが伝聞証拠だよと。で、なんでこんなことを今時間かけて説明したかというとですね、 えー、一般に、内容の真実性が問題となる場合と。まあ、こういう言葉で説明されるのが、ね、えー、まあ、通常。まあ、今、内容の真実性が問題、問題となるという言葉の部分、これを言い換えて説明してたんですけれども。えー、というのはですね、この内容の真実性っていう言葉ね、これを適切に理解して、答案で用いる場合はもちろん問題ないんだけれども、ここ中途半端にこの言葉をね、この中途半端な不正確な理解のままこの言葉を使うと、かえってですね、 え、伝聞該当性の分析を困難にしてですね、要所事実が的確に分析できていないとういう答案が非常に多いんですね。まあ、ちなみにさっき刑法で、共謀の射程という言葉、ね、これもね、え、いろんな意味で使っちゃってるから、ね、ぐちゃぐちゃでえ混乱しちゃうんだとえいうことを言いましたけど、この刑法の共謀の射程という言葉とですね、あとこの刑訴法の、この内容の真実性という言葉、ね、これは皆さんの答案を混乱させる、 え、ま、刑事系二大マジックワードというふうに私は考えています。えー、なのでですね、まあ、私の講義で、まあ、私の講義を受けている人はおなじみなんですけれども、えー、講義ではここを言い換えてます。ね、えー、先ほど、共謀の射程もね、あの、共謀に基づく実行で全部言い換えましたけれども、え、ね、この内容の真実性というマジックワードも、ね、あえて使わないで、えー、全部言い換えてます。だから、現況術の内容の真実性が問題となると、この表現は、ね、このレジュメでは、 すべて、現教術者の直接体験した事実の証明に用いると。こういう表現に変えてます。もちろん、それを理解した上で、内容の真実性っていう言葉を答案で使うことは OK です。ただ、その理解が不正確だと、ぐちゃぐちゃになるんでね。まず基本に立ち返りました。はい。その上でですね、29ページ。 で、争点と証拠構造の把握。で、ここはね、これは本問はね、そんな難しくなかったね。えー、まずこれをね、えー、把握していきます。まずこれが、えっ、ー、と、基本ですからね。争点を把握する。ね、当事者の弁解を見て争点を把握する。で、あと証拠構造を把握すると。そこから当該証拠がどういう事実を立証するのかっていうことを分析する。それが要証事実の分析。えー、ということになります。で、まず争点ですが、これいいよね、構想事実は、公よびをつが凶暴の上、本件、住居侵入強盗に及んだと。 これが、構想事実。で、オツの認否を見ると、どういう弁解しているかというと、全く身に思いがないと。オツと、住居侵入や強盗の共謀したこと一切ないよと言ってますので、まあ、全面否認です。ですから、オツの公判における争点は、これは共謀共同戦犯における共謀ですね。共謀の有無、はい。ここに集約されますね。これは難しくないよね。さらに証拠構造を見ていきましょう。まず、在体のうち実行行為。 江、ねえー、が実行行為をやったその実行行為がどういうものだったっていうね実行、えー、行為の存在と内容これについては江の自白ですね「えー、オツ」の公判では江が証言してますからそれでしょ立証されるよと他方、まあ、ここがポイントだよね「オツ」との共謀の存在については江は証言を拒絶していてしかも江が捜査段階で供述していた「オツ」の関与を示す事実 まあこれさっき言ったけど、ね、強盗のターゲットになる相手に電話をかけて、ね、オツが。で、え携帯電話で電話をかけていた。っていうこととかね。えオツから、V さんに関する情報や犯行に使う道具などを、ね、印字された紙を見せられて、その説明を受けました。っていうこうの供述。捜査段階での供述。はい。これは供述調書が作成されていないため、立証できない。証拠が存在しない。ここを前提に証拠構造を分析しなきゃいけない。 これが説問2の特徴です。ね、さっき、説問1の、ねえー、関連性の判断のときは、こうの供述から、ねえー、その証拠隠滅の疑いとかそういうのを、ね、導き出しましたけれども、こっちは証拠法の世界ですから、ね、証拠に基づく事実認定だから、公判に出てきている証拠以外は、ねえー、そういう事実は認定できないという前提でいかなきゃいけない。 はい。なので、まあ、証拠構造全体の分析は難しくない、把握は難しくないけど、ね、え、オツの認否から争点は明確だし、え、この証言で立証するんだと、実行行為についてはね。え、あと証拠もそれ以外はオツの捜索、オツの捜索で、えー、発見された証拠物。まあ、その証拠物に対する捜査結果ぐらいしか証拠もないんでね。 あんまり難しくないですよね。ただ、今言ったように、オツの関与について、公の供述調書がないからね。この点が本文は特殊事情で、オツの関与を示す事情について、捜査段階で公が供述していた内容。これを前提として、要所事実を把握していくことはできないよ。というのが本文のポイントです。よろしいでしょうか。この点を踏まえて、要所事実の分析が必要になります。で、具体的な要所事実としては、まず立証趣旨を見ると、 検察官の立証出資はいいよね。共、え、謀、ー、が存在することを立証するためと言ってますから、いいよね。共謀のその立証に向けて、えー、いずれの証拠も出しているということは明らかでしょう。ですから、本件メモ1及び2ね、ここから立証することができる具体的なね、この共謀の存在、すなわち意思連絡を遂げたことを推認させる具体的な間接事実はどういう事実なんだろうかって、こういう地点で分析していくことになります。 じゃあ見ていきましょう。ここからが、本文の検討。本文の検討というか、えー、答案上の検討という感じですね。30ページ。で、えっ、ー、と、まあ、これはちょっとレジュメを移して内容を見てもらっちゃった方が早いけど、内容を見てみると、まず、メモ1位については、いいですよね。まず、本件住居侵入強盗の内容を確認して,てください。例、え、は、ー、2年8月4日午前11時30分、S 銀行の職員を装った犯人、えー、H 県、 愛市慶長三丁目、四十五番地の V 型。いいね。を訪れて、V 型内に押し入った上、V の顔面に催涙スプレーを吹き付けた。ロープで V の体を後ろ手に束縛、え、筋し、さらに持っていたガムテープで、V の鼻を塞がな、鼻を塞がないようにして、その口を塞いだ。その上で、台所の食器棚から現金五百万円を取り出して、これを強奪。さらにロープで、両足を縛り逃走した。こういう事件だよ。 よろしいでしょうかで、本件メモ1の記載内容を見てみると本件メモ1いいよね、まあ、こうなんか、えー、いろんな言葉がガ、ねえー、ーってここに書いてあるで、これをちょっと分析してみるとこういうことが言えると,、えー、と本件メモ1の記載内容を分析しておきました、えー、V っていう単語、K 長3の45っていう単語 S 銀行、タンス預金500万 台所の食器棚、催涙スプレー、ロープ、ガムテープ、後ろで、でこういう記載があるね。はい。ここからどういう分析ができるかっていうことを見ていきます。で、検討というところを見てください。えー、本件メモ1には、あ被害、丸一被害者。えー、そっか。えっ、ー、と、丸一被害者ですね。えー、丸二犯行現場。丸三 犯人が職員を装った銀行。丸四、被害金の金額及び保管場所。丸五、犯行用具。丸六、犯行対応。はい。これらの点で、いずれも本件住居侵入強盗と一致する内容の記載があると。 しかるところ、孔が上記各記載と一致する内容の実行行為を行ったというね、これ事実丸一としますけど、この事実丸一については孔の証言により証明されると。そういう証拠構造でしたね。よろしいでしょうか。他方で本件メモ1の記載内容と同一のデータが保存された USB メモリーがお詰めで借りている部屋、室内から発見されている。 本件メモ1が、おつ作成のものであること。これ事実丸2とします。はい。これは証拠上認定できるという前提です。そして、本件メモ1が作成されたのが、令和2年8月4日午前10時20分であったこと。はい。これも明らかとなって、ここも前提となります。え、これ事実丸3とします。はい。これらのことから何が言えるか。そうすると、本件メモ1を証拠物、非供述証拠として、 本件文書の存在及び記載内容を立証することで事実一ないし、三を合わせて考慮すればこれが言えるでしょう。えー、うが実行した犯行内容と一致する内容のメモを犯行直前にオツが作成したこと。これが言えるんですね。いいよね。えー、うが実行した犯行内容はうの証言により証明します。 犯行直前にオツが作成したメモだってことは他の証拠から証明できますと。そうすると本件メモ1の使い方は、ね、こういうメモが存在してますよっていうね。この、こうの供述した犯行内容、こうが実際に行った犯行内容と一致する内容が記載されているメモが存在してますよという立証に使うんだと。はい。この3点セットで、ね、こういうことが言えますと。こうが実行した犯行内容と一致する内容のメモが犯行直前にオツ,をオツが作成しているよと。 そうするとどういう推認ができますかここから推認過程分析しますけど。この事実丸4、ね。これが立証された場合、本件メモの記載内容と実際の犯行内容とが一致すること。そしてメモ作成と犯行との時間的近接性。これを考慮すると、メモとおよそ無関係に犯行が実行されたものとは考え難い。 項による犯行は、メモの内容にのっとって遂行されたものだ、ということが推認されると。いいかなえっ、ー、とね、この、記載内容と実行内容が一致してるだけじゃなくてね、この時間的近接性とさらに戦後関係、ここも重要だよね。犯行前、しかも直前に作成されてると。と、何が言えるかというと、ね、えー、これ、オツがメモを作成したのが、わずか70分ぐらいしかないよね、時間差が。 だから、オツがメモを作成したわずか70分後に、コウがそのメモの内容と一致する犯行を行ったっていうことになるわけでしょ。そんな偶然が、ね、起こるはずないじゃないと、そんな事態が偶然発生するはずないじゃないと、全くこのメモと無関係に犯行が行われたっていうのは、経験則上考え難いと。そうすると、これ関係してるってことでしょうと。と このメモに基づいて、このメモの内容に基づいて、こうが犯行を行ったっていうことになるんじゃないの、えー、そういう推認ができるでしょうということを言ってます。で、31ページ。さらにですけれども、またそのようなメモの作成者がオツであるということから、少なくともオツが犯行前に、こ、え、う、ー、の犯行内容を了知していたということが推認できる。いいよね。これももう少し細かく説明すると、 結局、無関係な第三者が犯行直前に犯行内容を知ってるはずないじゃないですか。犯行に関与しなかった全然全く無関係のやつが犯行内容を知ってるはずないじゃない。犯行が行われる前にね。犯行後であれば、ね、それは被害者とかさ、目撃者とか、知ってる人が出てくるかもしんないけど、犯行前に知ってるやつっていうのは、それは無関係のやつじゃないでしょ。っていう話です。そういう経験則があるので、 えー、オツが、この犯行内容を事前に知っていたっていうところからすると、オツは無関係なやつじゃないじゃないかと。何らかの関与したやつじゃないかということが推認できる。はい。すなわち、これらの事情は、こう間でメモに記載された犯行内容について、共通の意思が形成されていた、犯行内容に係る認識がこう間で共有されていたということを示すものです。従って、えー、上記の立証は、争点である共謀、意思連絡の存在を推認させる有効な立証活動となるよと。 とするとですね、この要証事実に対して、このメモの使い方をする限りは、今言ったように、ね、えー、別にですね、この本件メモの内容から、ね、えー、すなわち、オツ被告人の後判記述外における供述、オツ作成の書面から、オツが直接体験した事実を立証しているわけではありませんと。ですから、非伝聞ですね。えー、以上のような立証上の使用方法は、 本件メモ1の記載内容からそこに記載されている作成者オツの直接体験した事実、オツが近く記憶し表現した内容を立証しようとしてるわけじゃありません。このメモは、このメモが存在しますこのメモにはこう書かれてますってこれを立証してるだけです。いいかなえー、なので、伝聞証拠に当たらない。で、ちょっとアスタリスク見てください。何点か注意点。これね、説問1、あ、説問1じゃなくて、えっと、えっと、メモ一メモ1の方は、それなりに、 難しいと思いますよ。えー、というのを何点か注意点で指摘しておきました。えー、上記の立証は、本件メモ1により、えー、同メモの存在及び内容を立証するものだと。えー、これはメモが存在すること、及びそのメモの内容が、点々点であることの立証という意味です。この場合の内容とはあくまで、ね、内容が点々点であるとことの立証という趣旨で、 点々点という内容が真実であることの立証という意味ではありません。いいかな。この両者は明確に区別されなければならないと。えっ、ー、と、その、後者のね、その内容の真実性の立証と区別する意味で、前者を内容自体の立証というふうに表現することもあります。えー、参考判例7がね、その存在と内容っていう言い方をしているので、それも参考にしてください。 あのね、これほんと過去の採点実感で毎回書かれてたんですけれども、ね、2年連続書かれてました、同じ文章が。この存在と内容っていうね、立証に使う場合、この言葉だけを捉えて、ね、会話の存在が要証事実である場合は非伝文。会話の内容である場合には非、えー、伝文と。 この検察官が設定した立証趣旨を勝手に分断して論じる答案とこういうふうに言われてたんですね。平成22年の再建実感。で、これ次の年、平成23年、これも全く同じことを言われてました。えー、メールの更新記録の存在と内容。この存在と内容という言葉だけを捉えて、更新記録の存在である場合には非伝文。えー、メールの内容である場合には伝文。えー、こうやって検察官の立証趣旨を勝手に分断すると。繰り返し指摘されてたんですね、ここでね。 あの、内容の立証に、であることは間違いないわけです。ただその内容の立証というのはさっき言ったように、この内容が真実だっていう立証じゃなくて、内容はこ、こ,こういう内容ですと。ね、この紙に書かれてるのはこういう内容ですっていうことの立証なんですよ。えー、だからこの内容の真実性っていう言葉、マジックワードをね、表面的にしか理解してないとこうなっちゃうんですよね。この書面にはこういう文字が書かれてますよってことを立証してるだけ。これいわば、 例えば、血痕の付着した狂気の包丁を証拠物として出して、ね。この包丁には血痕がついてますよ。ここ見てください。血がついてますよ。って、こういう立証をしてんと同じでしょこの書面を出して、この書面にはこういう文字が書かれてます。こういう内容書かれてますよ。って、こういう立証してるだけです。え、2年連続採点実感で指摘されてるので、ここは注意してくださいね。で、その上でですね、じゃあこの非供述証拠的利用が本件できるのかと、本件メモ1。 で、少し議論が、あここは評価が割れうるところかなとも思ったので、アスタリスクつけておきましたけれども、31ページの2個目のアスタリスク。えー、こうがおつから本件メモ一応見せられたこと。すなわちメモが回覧確認された事実。はい、これが他の証拠から立証される場合であればね、これ話簡単でした。 本件メモ1を証拠物として、非供述証拠として、この、オツとコウがメモ1を回覧確認したって、これでね、意思連絡を遂げたんだ。で、こういう立証ができるでしょ。はい。だから、その場合にはすぐにね、非供述証拠としての利用でいいんだ。この場合はメモを、メモは共謀を遂げるための手段、道具として使用されたもの。だから、まさに犯行道具と同じだよね。狂気と同じ。そういう位置づけになる。 だからその存在自体が重要な証拠物となるため、伝文に当たらないと。いうことで、ね、えー、そうであれば簡単だった。ところが本門では、この回覧確認の事実。これ、公は捜査段階では供述してんだけど、供述証拠に、えー、供述調書になってないんですよね。さっきも言ったけど。えー、ですから、本門では、ね、えー、この公判でもさ、公は証言拒絶しちゃってるし、だから少なくとも、公がオツからメモ1を見せられたこと。 回覧したこと、これを前提とした立証、推認過程、これを想定することはできないんだという点に注意が必要です。いいよね。だから、まあ、ここがまさに本物特殊性で、少なくともこれを非伝文として扱うためには、このメモの回覧っていうルートを通らないでね、凶暴を推認させるような推認過程を考えなきゃいけない。 あの、証拠の内容、証拠にはなっていない、この供述、捜査段階でのこの供述に引っ張られて、ね、回覧を前提に睡眠過程を組んでしまわないように、これ注意点です。まあ、引っ掛けですよね。若干この点で難易度が高かったかな、というふうに思います。ちなみに先ほど説明した睡眠過程というのは、ね、えー、えぇ、の認識を推認しているわけだよね。事前に了知していた。そしてことはそれ、認識共有してただろうと。 という推認をしてるんだけど、これはあくまでもですね、えと、どんな手段で認識を共有していたかっていう、その認識を共有して、意思連絡を遂げた手段、これについてまでは、ね、必ずしも推認が及んでいないから、例えばメモはね、えぇ、ま、要はメモの回覧が、えと、意思連絡の手段であったっていうところまでは前提にできませんので、え例えばこのメモって、ね、え単なるね、オツの美貌のためのメモ、メモ書きで、えこう、こうから何か言われたことをメモしただけだと。 例えばですよ。えー、こうに言われたこと、ね、えー、をなんかメモしただけで、えーあ、ごめんなさい、こうに言われたことっていうか、その犯行計画をメモしただけ、美貌のために。で、えー、実際にコードの意思連絡は全然メモを使わずに、全部口頭で説明しているという可能性もあるわけですよね。えー、その意思連絡を遂げる手段としてこのメモを使ったっていうことは必ずしも前提としていない。先ほどの推認は。はい。ただまあ、いずれにしても何らかの方法で事前に認識を共有してただろうと。 じゃないと犯行と一致する内容のメモをオツが直前に作成するなんてことは起きないはずだからと。えー、そういう推認をしてるんです。えー、だから厳密に考えると、ここの推認過程を説明するというのはちょっと難しいと。こういうことで難易度が高かったなと。他方でですね、もう一個考えられるルートが、えー、参考判例8をつけておきました、えー。さっきちょっと説明したんだけど、人の意思計画を記載したメモについては、その意思計画を立証するためには、伝聞法則適用されないと。 これは、その共謀に関する犯行計画を記載したメモについても同様だと。これは、いわゆる精神状態の供述について、供述者の内心の立証に用いるのであれば、これは過去の体験的事実の立証じゃないでしょうと。知覚記憶表現した内容じゃないでしょうと。精神状態っていうのは知覚記憶という過程がないからね。だから伝聞証拠に当たらない。はい、この判例法理。ですねこれを、共謀に係かかる犯行計画の立証の場面で展開した判例です。 ところが、この立証活動は、あくまでメモ作成者のメモ作成時点での意思内容を証明するため、証明するものに過ぎないので、共謀の立証との関係で、この立証が意味を持つのはですね、共謀参加者全員が何らかで、何らかのね、共通の犯罪意思を形成して意思連絡を遂げていたという事実については、他の証拠によって証明される場合に限定されると、ここが重要ですね。まあ、こういう場合であれば、 防議参加者のうち誰か一名の意思内容を証明すれば、それと同じ内容の犯罪意思を形成した他の共謀者全員の犯罪意思を推認できると。それによって共謀の内容の詳細を明らかにすると。こういう立証が可能になりますけれども。いいよね。だから、えっと、わかりやすく言って、X と Y が意思が合致してたってことが立証できればね、それは X の頭の中身を立証するだけで、それと合致した Y の頭の中身も立証することになるので、 共謀の内容を明らかにできるでしょって、そういう立証です。えー、参考判例8がですね。ただ、この場合において、犯行計画を記載したメモについては、それが最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致するところとして、確認されたものであることが前提とならなければならないと。はい、こういうふうに判示してますね。これがまさにその趣旨です。えー、32ページ言ってますけど。えー、わば、共謀の存在を前提とした共謀の内容の立証なんですよ、これ。 最もっとも、共謀が争点となる場合、多くの事案ではそもそも、意思連絡があったか自体が争われるわけで、本件まさにそうだけどね。通常はこのね、えー、参考判例8みたいな立証構造にはなりません。えー、参考判例8の射程が及ぶ場面は非常に限定的であると。えー、本問においても、オツの公判ではまさしく共謀の存在です、ね、意思連絡を遂げたか否か自体が争点となっているんだから、 参考判例8と同様の立証構造をと,としてね、捉えることはできないですよと。えー、平成27年の採点実感にもまさにこの趣旨が指摘されていました。あの、犯行計画メモが出題されると、ね、すぐにこのね、参考判例8、東京高裁のこの裁判例に飛びつく人がいるんですけど、これ非常に限定的な稀な立証構造ですよ、この事案。えー、通常はこうはならないっていう感覚で理解しておいた方がいいと思います。 ね、この27年の採点実感もその趣旨をまさに指摘するものです。え、さらに、もう一個検討しておきます。えー、アスタリスク三つ目。本件メモ1は、上記丸ないし丸六の事項以外にも、確かにですね、部位の生年月日とか、身情経歴、まあ、夫と死別とか、一人暮らしとか、息子は県外とかね。はい。すなわち、犯人、かけ子ですよね。犯人が電話で、ね、部位に電話をした際に、部、え、位、ー、が犯人に告げた内容について記載があるんですよね。 そうすると、本件メモ1がですね、オツ作成のものであることを前提に、これらの記載内容から、オツが V に電話をかけたんだと。そして V の個人情報を聞き出したんだ。すなわち、かけ子はオツだったんだと。この事実を立証する場合であれば、これはね、本件メモ1は、作成者オツの直接体験した事実の立証に用いられることになるでしょう。いいですかオツが電話をかけて、V から個人情報を聞き出したこと。これが要所事実となるんだったら、 伝聞ですよ。いいよね。オツをで、えー、え、言語者とする伝聞証拠に当たるでしょう。オツの体験事実を立証しようとしていると。オツが近く記憶して表現した内容を立証しようとしているということになるんでね。え、もっともオツの公判における争点は共謀ですので、ね、さっきも言ったけど共謀の意思連絡の存在に集約されるので、検察官としては、交通官の意思連絡の存在さえ立証できれば、 すなわち、オツが掛け子として関与した事実までは立証できなくても、オツの有罪を証明することができるから、この争点を前提として証拠構造を把握するのであれば、本件メモ1は伝聞と捉える必要はないでしょうという分析にしてあります。まあ、これもいろんなパターンが考えられて、例えばオツの弁解として、例えばね、自分は確かにコーの犯行内容は知ってましたと。それは事実ですと。 事前に知ってました。ところが、それはこうに言われた通りに書いただけで、自分は別に関与してません。電話もかけてません。とだから、自分は手伝っただけで、法助犯に留まるんですっていうね。まあ、そんな主張をしている場合であれば、その場合は検察官としては、いやいやあなた、関与、関与したのは、かけ子として関与したでしょう。と電話かけたでしょう。と、ね、そういう関与形態、すなわち、オツの正反性、そっちが争点になってるんであれば、検察官としては、この事実、オツがかけた、電話をかけたという事実を立証すると。 いいうことにななるかもしれないその場合は伝聞だということになるかもしれないただ本件の争点は、ね、その正反省の部分じゃなくてむしろ意思連絡の方ですからあそれを前提とすると、ねえー、その電話をかけたということは別に立証しなくていいでしょうということで、ねえー、伝聞と考える必要はないかなというふうな分析にしてあります。 はい。で、関連性はまあいいかな。ああ、おの名義で借りている部屋から発見されているから関連性は否定されないということにして。まあ一応ね、おの弁、えっと、弁護人の証拠意見は取り調べに意義がありっていうことも言ってるので、一応ね、関連性も確認しといた方がいいかなと思って一言書いておきました。証拠物としての関連性ね。はい。以上より本件メモ1の証拠能力は認められるということですね。はい。で、えっと、ちょっと時間来ましたけど、最後、えっと、証、証文2の、 本件メモ2の証拠能力の方ですね、はいで。これも、こっちは簡単ですね、伝聞該当性の分析は。えっ、ー、と、あれ、えーと、本件メモ2の方は内容を見ていただければ、こういうふうに書いてあると。えー オツから指示されたこととして、1V、2K 長、丸タンス500万円、丸4サイ催涙スプレー、五後ろで口だけ、鼻、バツ、両足などの記載ですね。はい、で、えー、こっちはそんなに難しくないかなと思いました。して見ていただくとえー、と。 えっと、レジュメがが3二ページは今確認して3三ページですね、えー、本件メモ2に記載された、一被害者、一被害者、えー、2、えー、犯行現場、3、えー、金額、保管場所、四、えー、犯行用具、五犯行対応 はい。孔がこれらと記載と一致する内容の自己行為を行ったことについては、孔の証言により証明される。これ先ほど確認しましたね。え本件メモ2が孔作成のものであることが証拠上認定できることからすると、本件メモ2は孔がおツから指示された内容を孔が書き留めたものだということが伺われます。そうすると、え本件メモ2のおツから指示されたこととの記載から、 ね、こうがオツからメモに記載された丸一ないし丸五の内容について指示を受けた事実を立証すれば、かかる間接事実からメモに記載された犯行内容について、こうオツが意思連絡を遂げたと推認することができる。したがって、えー、具体的な要証事実はこうだよと。いうね。こっちは難しくないですよね。えー オツから指示されたこととしてこういう、ね、犯行内容をここに書き留めてるわけだから、ね、ここから立証しようとしてる事実はこの内容をオツから指示されたことでしょ、はい、でこれは、こうが近く記憶し表現した事実ですよねしたがってコウ、えー、作成こう、まあ、は被告人以外のものですけどコ作成の書面、ねえー、公判記述外における供述からコが直接体験した事実 ま、言い方変えると、こうが近く記憶し表現した内容、これを立証するための証拠として用いるわけだから、伝聞証拠に当たるよと。はい。ここの分析は難しくないかなと思います。はい。なので、えー、本件メモ2の方は伝聞例外要件の重足性、こっちがメインですね。えー、33ページのおー2番ですね。はい。こちらを見ておきましょう。 本件メモ2は被告人以外のものである公の作成した供述書であるから、321条1項3号の規定する要件ですね。ちなみにこれ、えっと、個別に審理されてますからね。併合審理されてないからね。え被告人、共同被告人ではないので、322条の適用の問題は起きないですからね。321条、まあ純善たる承人と同じ立場。321条1項3号の要件を見ていきます。 まず、括弧一、1、供述不能ですが、えー、供述することができずとは、その供述者を裁判所において証人として尋問することを妨げる自由。同、え、語、ー、に列挙された自由は、例示列挙であるから、これらと同等の自由がある場合には同要件を充足すると。あの、列挙説、まあ、反例の立場ですけど、ねこう、同等の自由と言えるか否か、ここが問題ですからね。 この判例級の読み方注意してくださいね。単に証人が一回限り証言を拒絶したっていう事実があるだけでは、供述不能要件にはなりませんよ。もう万策尽くしても、ね、後半で任意に供述することが見込めないだろうと。この状況になって初めて供述不能ですからね。そうやすやすと伝文例外要件クリアさせちゃダメですからね。一回でも今日なんか証言拒絶したらこれに当たるって勘違いしてる人が減るんですけど、そうじゃないですからね。 はい。だから、ある程度、ここはあ、実質的に踏み込んで認定する必要があってね。証言拒絶したからって書くだけじゃダメです。で、見ていくと、えー、公は、おつの公判の証人尋問において、おつとの共謀に関する事項について私は誰から何と言われようと証言しませんと。今後も絶対に証言しませんと言っていると。えー、34ページ。えー、一切の証言を拒絶しているところ、同尋問は、孔とおつとの間、えー、さらに孔と傍聴人との間に、 双方に遮蔽措置を講じてて実施されているとこのように、お通を含む財定者からの心理的圧迫を軽減する方策が講じられた上で、なお、こがかかる供述態度を捜査段階から一貫して維持しているということからすると、 供述拒否の決意は固く、本意して供述に応じることは見込めないだろう。まあ、おそらくですね、えー、傍聴人との間も遮蔽措置してますので、えー、うが余計なことを言わないかにらみを聞かせてですね、兵組の人たちが傍聴席に座ってる姿が目に浮かぶわけですが、それで遮蔽をしててもなおやっぱりうは供述しないわけだから、ね、えー、これはもう無理でしょう。ということで、供述不能の要件を満たします。不可欠性についてはいいでしょう。 えー、上記の通り、本件、えー、控訴事実につき、オツが全面否認していると。えー、オツ名義で借りていた室内からは、オツの関与を裏付ける証拠が発見されていない。まあ、こういう前提になるんでね。えー、メモ2の方は。そうすると、高オツ間の共謀を証明するための証拠は、公の供述以外には存在しないから、本件メモ2は、あ、必要不可欠ですね。えー、証明に書くことができないものに当たるよと。で、最後です。う特進性。 で特進性については、アスタリスクで平成20年の出題出資をそこに引用しておきました。えポイント2つですね。えー、この特進性の意義、内容と判断方法、これを論述してから当てはめるということですね。で、えー、34ページ見ていくと、道合の特に信用すべき状況とは、その供述自体を信用すべき状況的保障がある場合を言うと。もう絶対的特進状況ですね。 当該シチュエーションでその供述がなされたということ自体がその供述の信用性を担保しているんだと。これがこの特進性の意味です。また、そのような状況の有無は原則として、供述内容の真実性を担保する外部的付随的事情から判断すべきであるが、必ずしも外部的な事情によらなくともその供述の内容自体を特に信用すべき状況の存在を推認させる資料として考慮することができる。 はい。まあ、これ判例の、理解をここに書いておきました。ね、ポイントは、その内容と判断方法を記述してから当てはめるよと。じゃあ見ていこう。34ページ。1。え、本件メモ2は、こう方の捜索時に、机の施錠された引き出し内にあったこう使用の手帳。え、令和2年8月4日のページの部分に挟んである状態で発見されたと。 手帳ごと第三者の目の触れないように厳重に保管されていたということからすると、これ外部的事情ですね、これが。え、は本件メモ2の内容を他者に見せることを予定していなかったことが伺われ、そのようなメモにことさら虚偽の事実を記入する動機はないだろうと言えます。ま、これ平成20年の取材趣旨参考にしてこういう評価しておきました。また、上記の保管状況からすれば、公以外の第三者により本件メモ2の内容が改ざんされた可能性もないだろうと。 以上のような外部的付随的な事情に加え、先ほど述べた本件メモ2に記載された丸一内し丸五の事実は実際に公が行った犯行内容と一致している。まあこれは内容を付随的に考慮しています。はい。これらの事情を総合的に考慮すると、本件メモ2の記載は、 その真実性を担保する事情があるということで、類型的に高い信用性が認められることから、本件メモには特に信用すべき状況のもとに作成されたと認められるというふうな認定にしておきました。はい。えっ、ー、と、一応最後のアスタリスクです。2点注意点。1つは、えっ、ー、と、これ、教述書ですからね。えー、教術代用書面には、教述書と教述6種書がありますよね。321条1項柱書きの読み方注意です。 だから、供述者の書面応印の要件は、供述書だから問題となりませんよ。そこ注意ね。これ平成30年の採点実感で指摘されてました。か書面の証拠能力が問われるとね、すぐに書面応印を問題にするというのがね、それは誤りですからね。えー、書面応印が問題となるのは、供述録手書のお、そういう構造を持っている場合だけです。はい。それが1点目。で、もう1つ。 またっていうところからですが、孔が作成した本件メモ2には、オツが孔に、供述した、ま、すなわち指示した内容、オツの供述が含まれている。はい。この構造だけを捉えて、本件メモ2を再伝文だと判断するの。これも誤りだと。乙オツの指示内容の記載部分が再伝文となるのは、孔作成の書面から、その中のオツの指示、指示内容から、 おつの、現教術者、おつの直接体験した事実を立証する場合でしょこうの書面の中のね、おつの教述まあ、こうの書面の中におつの教述が出てくると、いつもね、えー、すぐに裁伝文だって飛びつく答案もやっぱり出てくるんだけど、それもね、誤りですからね。そこからおつの直接体験した事実を立証するんだったら、それは裁伝文です。例えば、本件メモ2を見てみると、ね、 えー、V が、慶町に、えー、3丁目45番地に一人で住んでいるとかね。えー、V には2000万円の預金があり、えー、さらに、台所の食器棚に、えー、500万円の単数預金をしている、ね。こういう事実が確かに書いてある。で、この事実は、ね、えー、メモ作成者、こう、が直接体験した事実ではない。オツが知覚した事実ですよね。オツが V から聞き取った内容ということになります。 ですから幼少事実がそういうものであれば、オツが V から聞き取った内容を立証する場合であれば、これは再伝聞となるんですけれども、しかしながら、本門のオツの後半における争点、何度も言うけど、共謀の存在との関係で、別にさ、V が、確かに V が、警庁さん えー、山三丁目四十五番地に住んでいるとかさ、一人暮らししてるとか、預金に二千万円あるとか、こういう事実を立証するのであれば、さ、最伝部になるんでしょうけれども、ね、争点との関係でそんなことを立証しても無駄でしょ意味ないでしょということなんですよ。えー、このような立証上無意味な事実を立証の対象と捉えて、要所事実を把握するというのは妥当ではありません。同じことが平成三十年の採点実感に記載されてました。 ま、本件メモの立証の対象には、孔が発言した通りに、えぇ、ー、V 択の、おぉ、耐震金具に不具合があるなど、V が記載した孔の発言の内容の真実性は含まれていないと。えー、これは平成30年の採点実感ね。それにもか,かわらず、孔の発言の真実性が問題となるとして、再伝文とする答案が参、参見されたと指摘されてますね。だ本文でも、このメモ2から、 えー、オツが体験した事実、オツが V から聞き取った内容、これを、えー、要所事実とするんだったら、それは再伝文だけど、そんなこと問題になってないでしょうと、えー、この文章によって、メモ2によって立証しようとしているのは、こうがオツから指示されたってことでしょうと、えー、オツから指示された内容をコウが聞き取ったあそうあ指示された内容を書き留めたメモなんだと、オツが指示したっていう事実を立証しようとしているだけでしょうと、はいえー、そういうふうに争点との関係で要所事実を分析する限り、 先ほどのこの分析ですね。この分析をする限り、再伝文だというふうに把握する必要はないということになります。よろしいでしょうか。ちょっと最後、書き足になりました。はい、以上より、本件メモ二の証拠の力は認められると。えっ、ー、と、合格ラインは、まあえっ、ー、と、説問の難易度は適切なので、えっ、ー、と、いずれもですね、例えば、説問1でいうと、差し押さえ丸一丸二いずれについてもきちんと関連性の要件、検討できていると。 特に丸二については問題の所在をきちんと捉えて事実を分析できていると。こういうところでしっかりと差がつくと思います。質問二について言うと、メモ一の方は若干難しい。が、メモ二の方は非常に標準的な問題。ですから、それぞれの立証構造を踏まえた推認過程を分析した上で、要衝事実の把握と分析ということができていれば。 ああ、きちんと点がつきます。で、えー、メモ2の方はそれに加えて、伝文例外要件の検討ということが具体的事実に基づいてできていれば、十分合格点になるだろうというふうに思います。はい。えー、ちょっと時間、また超過してしまいましたけれども、えっ、ー、と、レックの方で作成した答案例も時間が余れば言及しようと思ったんですけど、まあ、およそ時間余りませんでしたね。えっ、ー、と、刑法の方が量が多すぎるんで、えー、ちょっとしょうがないかなというところ。なので、まあ、あと、レックの回答例も参考にしながらあ、各自検討を進めていただければと思います。 はい、えー。じゃあ以上でですね、令和3年度の少子験分析会刑事系の解説の講義はおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。